いやこのチャンネルにここが映る日が来るだなんて、なんだか感慨深いものがありますね。というわけで、稚内よりごきげんよう。立ち絵が新しくなった柚月ゆかりです。ちなみに、稚内の地名の由来は、やむ稚内。冷たい、飲み水の、川って意味です。が、なんか、冷たいの部分がすっ飛ばされてます。されどもはびこるダジャレは寒く、稚内は稚内などと、口頭無形な凍てつくダジャレがのさばってます。なんなら去年あたり、山手線の広告枠でも、平然とダジャレが流れていた気がする。無知は罪ってソクラテスも言ってただろうが、いい加減にし、今日は何やるかですか？西暦すらうろ覚えなうまいごときに、今日の話ができると思いますか？まず西暦を覚えようね。というわけで今回は、稚内から 2024km 移動した先の駅へと向かいます。ですが、ただ無神経に、新幹線特急でかっ飛ばすのでは、花がありません。なので、なるべく近いルートを選びます。なお、営業キロで計算するため、乗車距離の若干のズレには目をつむっていただけると幸いです。札幌からはるばる稚内まで向かう高速バスを降りてから1時間くらいしか経ってませんが、2024年も列車も待ってくれません。早く、最北端の線路を突き進みましょう。ってわけで一発目は宗谷本線。皆様ご存知音威熱府、名寄を経て旭川まで駆け抜ける路線。宗谷本線を端から端まで舐め回す。特急サロベツの旭川行きに乗り込もうと思います。が、銭不足がたたって、今回乗るのは悲しきかな、名寄までです。まんこれを逃すと次は4時間後なので、最果てのロマンコ一別したら、とっとと改札内へ、この最北端からどこまで行けるかしら、期待が高まります。そんな期待を、エンジンの音とともに後押しする車両は、キハ261系の0番台、宗谷線の高速化事業の一環のもと、仲間入りを果たした車両です。事業自体は、札幌、旭川と名寄を少しでも早く結んで、経済を手も上げさせようっていう、北海道高速鉄道開発って会社のもの。稚内、範囲外ですが、とにかく、そこそこクラスの都市を超速で結ぼうと、時速 130km も曲線も行ける口の車両として作られたのがこいつ。ベース車両自体は、201系機動車と、いいとこの坊ちゃんを猿真似して、毛を生やした程度ですが、スーパー宗谷号として運行してから、次のダイヤ改正で、この道25年目。キャリアは12分どころか、別の番台のお仲間が、函館役所まで蹂躙しているので、果てなきキロメートルの旅のトップバッターとしては、まさに絶好でしょう。銭不足だって言ってるので、今回は自由席へ。インテリアに関しては、車両を複数繋いでるんだから、それぞれ違う色を座席に使ったっていいよねなどと、21世紀にも入っていない割には、随分多様性にかぶれたことをそらんじている車両ですが、姉妹鉄道として提携を結んでいたデンマーク国鉄、そのデザインの意匠が散りばめられて、オシャンティーに感じられるのは確かです。自然との調和、環境との調和、デザインの統合性というコンセプトは守られている気がします。ちなみに、デンマーク国鉄との提携理由は、ガリガリサムシな気候が似ている点とか、経営状況が似ていたから、って理由だそうです。提携を結んでから30年、最近は関わりが、エロ本のページ数並みに薄めですが、少なくとも北海道は、火の車で白氷の上を爆走するような状況へと化してます。かしこ。6時36分、稚内を出発。次の停車駅は、特急の癖して鈍行と同じ、南稚内です。鉄道にのろけた人間からしてみれば、事実上最北の代名詞たる稚内に、南という一文字をつける謎、矛盾があぐらをかいて居座ってるように映るんですが、それは私みたいな人間の、稚内に対する色眼鏡なのかな。これ以上の誤託は金繰り捨てて、旭川までの 260km を共にする宗谷本線を語っていきましょう。まず、旭川から稚内を結ぶ路線は、北海道鉄道敷設法の第一期線として建設が決まりました。早い話、北海道を開拓したいから早よしけ、と押されたわけです。開発って重要ですからね、線壁と同じで。そうして1897年、旭川サイドから線路を北に伸ばす工事が始まりました。ちなみに当時、宗谷本線なんて呼び方はせず、手塩線って名付けてました。最果ての維新をかける手塩線も、北海道のスケール感に対して、最初の計画は随分緩く、まずは、6年後の1903年9月までに名寄まで、直線距離で言うと 65km 先まで敷くというもの。とはいえ、30日かかる仕事は30人でやったら1日でできるよね、みたいな。小3の算数から脳が進化していないかのような、ブラック企業論理は存在しなかったので、長山ランルと、ちまちま開通を果たし、名寄までの開通は1903年9月、約束通りにできました。もっとも、川とか 20% の勾配とか過疎あれど、基本平坦なルートだったから、というのもあります。しかしそこからの工事は進みませんでした。それもそのはず。その翌年には、日露戦争が勃発し、資金繰りも国内情勢もガタガタに、ケツの穴から手突っ込んだ時の奥歯くらいガタガタしてたもんですから、宗谷エリアところの騒ぎじゃなく、中断。ですが地方の住民がそんな話を二つ返事で承諾するわけがないんだな。工事が止まった3年後、そやつらは貴族院に進捗どうですかと短歌と火蓋を切りました。そうして出された売り言葉ですが、買い言葉で返さず、せやなのムードで工事再開へとこぎつけます。と語るうちに、列車は南稚内へ、おいおい語る天北線との乗り換え駅、月1ですら定期券が売れない稚内駅に対して、
こちらは月16枚ほど叩き売りしている、やや地元志向の駅。稚内で、意外と空いてんねえ、と特急を見くびった乗客を、手ぐすね引いて待ちわびるかのように、車内の人数は、2倍以上に膨れ上がった気がしますが、まだまだ4両では過剰気味。無理やり見せ場を作りたがるタイプの YouTuber の効果音くらい過剰です。ここでそういうこと言ったらしばかれそう。さてお次は豊臣駅。文字通り、物が豊富にあるから、豊臣です。家康が見たら、怒り狂って、大阪城でも焼き払いそうな地名です。走りに関しては、もはや特急という字面がおこがましいほど鈍足ですが、チロチロ通過駅が出現するようになります。てわけで第一発目、稚内。日本最北の無人駅という美化された不名誉と、日本最北端の木造駅舎という骸骨虫の餌が共存する、あまたのロケにも使われた最果て秘境駅ですが、おそらく、2025年度で廃止になるみたいで、24年度までは、稚内市が、未然に切って維持するので、とりあえず、今年6月の百種は、祝いそうですが、稚内側としては、1日に2人しか使わない駅を支えても、将来どうなるか。稚内口頭無形な凍てつくダジャレを言ったせいか、金玉が痛くなってきました。というかあのね、数日前から金玉が炎症を起こしてるんですよ。 2024km 先の駅までに治って、ほんと、あ、私は柚月ゆかりという美少女なので金玉がありませんでした。というわけで誘致を通過です。ゆりちゅっちゅ並みに甘いユーチームは特産。駅の開業初年度からユーチームを乗せた貨車2両を大阪に向けて打ち出したというんで、ブランドもネームバリューもお墨付きです。そんなユーチエリアでは線路の誘致が巻き起こりました。誘致だけに違う、そういうつもりで言ったんじゃない。高等無形云々とおどけておきながら、よくそんなことが言えましたね。誘致のチンポ、誘チンポ、ちょっとそれはよくわかんない。かえって、ともかく、というのも、宗谷方線はルート取りでいろいろ議論があったからです。日露戦争からの工事再開を経て、サックルの手前までにじり寄った出潮線。しかしここで、悪魔城伝説みたいなルートの分岐論が巻き起こります。一つ目は、さっさと西にそれて、手塩川の右側と、サロベツ原野の真ん中を貫くルート。ネタバレすると、今通っているルートがそうだし、なんなら、今の車窓こそ、日本最北かつ最大限の湿原にして、1960年代に開拓が巻き起こったサロベツ原野です。それ以前に、この特急、サロベツシャンネ、もう一個が、海岸線にぶち当たるまで、トンベツエリアを北上し、そこから稚内へと折れていく路線。まあ、今の景色が示しているように、最初は前者が、選ばれませんでした。だって、トンベツエリアの方が平野が広々していて、開拓しがいがある。それに、川沿いの輩どもは、周運を使いやがれという、鉄道黎明期特有の水運過信ムードもあったからです。垂直思考で導き出したは水平ルートで、大した勾配も生み出さず、人様が踏み入ったことのない領域には、6.5km 程度の軽便鉄道をこさえて工事を遂行。あ、そうそう。1912年のオトイネップまでの開通を機に、手塩線は、さらっと宗谷線へと改称してます。その名称変更で図に乗ったのか、タコ部屋南京の強制労働という、人様の暗黒面がまかり通る工事となりましたが、1922年にはなんとか稚内、厳密には南稚内の地にも鉄道を引いてくることができました。しかし鉄道事情からあぶれ者扱いされた西側の連中は、そんなので黙っちゃいられません。なので、宗谷線サイドがゴリゴリ敷設している途中、オトイネップから西にそれる路線も、急遽、北海道鉄道敷設法の予定線にぶち込まれ、それから鉄道敷設法に組み込まれ、1926年、仙台路線から名前をパクって手塩線として開通、拓殖云々のリズムをひっくり返した革命です。陛下、革命でございます。で、その2代目手塩線、ほどなくして北見線に名前を変えるのですが、お前の領分は、道北東側の北見国じゃなくて、道北西側の手塩国の方では？と、下限な目を向けられ、名札と実態を合わせるために、宗谷線へ名称変更を果たしました。しかしそれだと、名称が盛大にダブります。土砂気配課金税のガチャと同じくらい、盛大にダブってます。だから、先に開通していた宗谷線の方が、北見線を掲げる羽目になりました。あ、でも、それから35年ほど経った、1961年、石北本線ののっけ牛駅が北見駅を名乗ってややこしくなったので、旧宗谷線は、北見線という名称すら奪われ、天北線へと、3度目の名称チェンジがなされました。名前の踏襲だったらまだ可愛いですが、こうも強奪ラッシュがはびこると、なかなか道北界隈も血生臭いと感じるものです。その一方、明治末期から稚内港では、マジカル窒港の動きが出てきました。小樽と網走の間にある重要港だという認識、ポーツマス条約でせしめた樺太南側とのつながりを振りかざし、稚内町長直々に請願書を出したのですが、ことごとく後回しにされました。だって、鉄道来るんだから港もなんとかしろ、と言ったって、両方同時にこなそうものなら、アブハチ取らずの滑稽が、なんなら、鉄道の方が開拓上優先だったので、実行計画自体が抹消されたことすらありました。スローペースながら工事を進めてゆき、樺太から稚内の航路が設けられると、別の課題が出てきます。それが、港から駅まで遠すぎるんじゃボケ問題。駅から桟橋の待合室まで 1.6km を歩かされたのです。しかも駅、港だから、集中的に人が押し寄せます。さすがに年がら年中ビッグサイト状態はまずいからか、稚内港駅なるものが設けられます。
1928年に建てられたその駅こそ日本最北端の駅として赤目立て祀られている今の稚内駅です。実際は稚内港駅ができた後、さらに北東の海際際の部分に稚内桟橋駅なるものが作られたので、今の我々は伊勢最北端に手を叩いて喜んでいることになります。桟橋駅の方は戦争が終わったタイミングでお役御免になったけど、さて幌延駅に到着。日本海沿いを伝って留萌島を結んだ羽幌線との乗り換え駅です。沿線住民の運動に始まり、開業後は水産農産物の貨物輸送から、日露戦争の後はエネルギー源として羽幌に眠る石炭が逆光を浴びたものの、炭鉱というドル箱を失ってはもはや関ヶ原の戦いで小早川秀明に裏切られた西軍のように、特定地方交通線の仲間入りを果たし、全通からわずか30年弱でウハウハ状態の車やバスに蔑まれながら息を引き取りました。今は萌えキャラで名高い沿岸バスがその代わりの面倒を見てやっているそうな、そういったバス転換はかつて栄光をびらつかせた天北線も例外ではありません。 20km ほど稚内までの距離が短い宗谷線に名前も優等列車のメインストリームもかっさらわれた上、国鉄再建議論で赤字の目を向けられ窮地に立たされた天北線となると廃線の話題が出るのですが、そんなので黙れるほど住民は利口ではありません。地域では合理化阻止大会を開いたり、さらに天北線に実際に乗り集会も開いたとか、ま、実際に乗ってるだけ偉いです。世の中にはいざ廃線の話題が出ると老後の足が車を利用しない人がほにゃほにゃとまで言い散らかしておきながら、ろくに鉄路を使うことなく廃線の旗振り役を自覚してこなかった輩すらいますから。ともかく線路を残せという運動は高齢者の風呂の温度並みの熱々さを見せていましたが、口八丁手八丁も黙るほかなく、モケットの色合いくらい冷え冷え気運になり果てます。そうして廃止されて宗谷バスの下で天北宗谷岬線なるバスが運行されました。納入されたは最新型のバス12台で、滑り出しはご立派。しかし代替バスという果実に手を伸ばしてもたどり着いたは福楽園ならぬ失楽園。そのバスも音威熱府へとつながる部分は去年の9月末で役目を終えてしまいました。車窓左側にちらっと見える天北線の残滓からもなんとはなしに嘆きが聞こえる気がします。てわけで音威熱府、ここらで宗谷本線も中間といった感じかな。こんなマイナー動画なんて見てるくらいなんだからルビなんていりませんね。ここ名物の黒いそばは2022年の8月に姿をくらましてしまったのですが、去年あたりから音威熱府東京とかの名で首都圏に復活したみたいです。清楚な院長が夏休みで日焼けしてピアス開けて帰ってきた的なギャップはありますが、いずれにせよ復活は嬉しい限りですね。私まだ食べたことないんですよ。ただその黒いそばを肝心の音威熱府村で食べることができないというジレンマが現在進行形で発生しているようです。大丈夫？ジャパニーズは全員忍者と似たたぐりのいびつな価値観生まれない？音威熱府の語源になった濁ってる川すら顔負けのよどんだ価値観生まれない？メモリアルに盲目なゾンビ状態じゃ、そんなの知ったこっちゃないか。さて日本4位の手塩川をずっと登っていき、名寄盆地に踊り出てビフカ。由来自体は冬か石の多い場所ですが、景色は美しさと深さを生み出す、まさにビフカの名に恥じしっこ。車椅子ユーザーにも配慮しろという旨の交通バリアフリー法の施行よりほんの少し前の車両ながら、ご立派に車椅子対応で相当広々としています。わざわざ車両間の通路をねじ曲げてぶち込んだだけの威信はあります。しっこ出た、褒めて。さてさて、田園地帯を駆け巡り乗降場の端くれだった日進駅を過ぎると、わけで名寄です。名寄から名前を拝借した新名線も名寄本線も黒字が出せずに黒星の廃線。未だ普通列車からしてみれば不転終点になりがちな重要駅とはいえ、いささか寂しくなった名寄の駅を宗谷エリアのヘッドマークを掲げたサロベスが飛び立ちます。長い宗谷丘陵を抜けた特急サロベツは旭川へ最後の一踏ん張りを見せ去っていきました。フィンサロベツ、名寄を境に本数が増えるとはいえ38分ほどの待ちが与えられました。なら都合いいです。東京から稚内に行く途中で壊れやがった USB-C ケーブルの予備を求めて買い物に出かけますという完璧なプランを脳内で組み立てていたのに、あいにく売られてなかった。だから代わりにコーヒー買った。さっき 600ml 飲み干したけど追加で飲むね。次、名寄4号という意味深な列車に乗ります。戦隊ものの側だけ強いタイプの敵キャラみたいなネーミングですが、その実態は快速列車。10時の出発が差し迫ってますから、さっさと乗りに行きましょう。
車両は国鉄が選別がてら北海道に持たせていった車両キハ54。JR 北が誇る最新鋭機動車 H100 型が当てがわれがちなこの区間では珍しい車両。稚内の一番列車だったキハ54が名寄で上智関係者からの旭川って携帯を取ってるので名寄4号はほぼ確定でキハ54です。今は昔の先輩だけども名前は同じ急行名寄と比べればわざわざ札幌の地を踏み荒らすこともなくなった幾分おとなしい種別になりましたが、この辺りは宗谷線高速化事業で整備された区間、快速のお手並み拝見といきましょうかって言いたいんですが、この名寄4号車両スペックのせいなのか普通列車と所要時間が大して変わりません。地面に対して中身が異様に貧弱ですね。100万兆部開墾計画かよ。さて次は名寄高校、もともとは東風連駅でしたが、名寄市の負担での移設と駅名変更を迫ったため通学に便利なようにもろもろ手が加えられました。一面一線とはいえ快速すら止まらなかった東風連からしてみれば大躍進です。ちなみに愛称は N ステ、タモリが何か口走った後にアイドルとかが歌って踊り出しそうな愛称です。その名寄高校からそこそこサクサク進みゆき、風連、名寄と止まって市別へ、サフォークと呼ばれる毛は白いけど頭は黒い羊で町おこしを狙っている場所です。ちょうどそれを見せびらかすかのようにゲーム&ウォッチみたいなグラフィックの羊もホーム上に現れました。頭の見かけは犬みたいですが妖刀苦肉とは逆を行くスタイル、ほどなくしてワッサムを飛び立ち、こちら山間部の塩刈りです。設置当初は信号所だったのですが、人工造と温泉の営業開始のおかげで大正も終盤に差し掛かったタイミングで駅へとのし上がりました。この塩刈りで語らねばならぬことといえば小説映画塩刈り峠の元になった事件、旭川の鉄道員がワッサムから塩刈りでの暴走列車を止めるため文字通り決死の覚悟でレール上に臨んだ末に溶接したというもの。キリスト教と鉄道への愛から語られることが多い明治時代のこの事実は昭和後半には小説家映画家、北海道の鉄路に牽言した騎士と使徒悪魔、つくづく事実は小説よりも奇というものです。ノンフィクションの奮闘がお涙頂戴の話に化けるところまで含めて世界一大雪山が綺麗に見える街を打ち出す、就活生並みに自己 PR に難儀してそうなピップ町を出て旭川市街地に突っ込んで長山、次が終点の旭川です。威勢よく終点まで向かうかと思いきや旭川運転所のあたりで乗務員交代か何かの小休止がありました。ちなみにあの旭川運転所ちゃっかり電化区間の最北端かつ最東端です。後ろの H100 やキハ150に見送られ新旭川で道東の網走からやってきた石北本線と合流し終着の旭川を目指します。ところで石北本線との分岐駅はピップにするか旭川にするかで揉めたみたいですが、鉄道省は間を取って新旭川から着工制といかにも丸く収めようという心意気に満ちたことを言い出しました。さすがは鶴の一声で石北線は新旭川から分岐を果たすことになりました。そういえば駅名にこそ新がついていますが、実際は今通過している旭川余剰の方が新しいです。市別で見たあのゲーム&ウォッチ羊が見たら妖刀苦肉がどうこうとか言って噛みついてきそう。みんなも掲げる名前とか発言とかには気をつけようね。妖刀苦肉にわかに疲れを感じてきましたが宗谷本線走破です。ってわけでマイナス41度を叩き出す気象庁のデータ上では日本一寒い街旭川に到着。聞いての通りブル赤で行う G くらい過酷な環境ですので、こういったところで働く公務員さんにはストーブ台みたいな感じで寒冷地手当なるものが支給されるらしいです。まあなかったら凍えちゃって回るものも回らなくなるからね。さてお次は函館本線で滝川岩見沢方面に駆け抜けたい所存。確か2つ次の列車に滝川行きがあったはず。現在11時35分くらいですがどれどれ、次が13時47分。なるほど、おげりのマラカス。時間があったので駅構内のほろかないそばを食らいます。スタンダードな味わいながら身に染みます。これでお昼はバッチリで、ごめんデブだからラーメンも食べちゃった。デブなゆかりさん、デブリさん、誰がガラクタジャボケ川沿いとかイオンとかほっつき歩いてたらね、2時間なんてあっという間なんですよ。次は岩見沢より 50km も手前といえど乗り継いでいけそうな雰囲気を感じる滝川駅。北海道の杉をふんだんにあしらった旭川駅構内は道南に向けた旅の心が整う様を感じます。なので旭川はゴッサムシティですが事実上サウナです。ガラスカーテンウォールなるガラスの壁と鉄骨が大胆にかかったヨーロッパの駅みたいなホーム、そこに入線してきたのは721系の3両、仙台をはじめとした東北大陸を蹂躙しているあれとは関係ないです。札幌都市圏と新千歳空港の需要増大を踏まえ1988年から活躍している車両です。車体、台車構造はコスト削減のため211系と同じですが、最高時速 130km、 加速が 2.4km 毎時毎秒、おまけにハイセンスなグレードを目指したまさにつわもの。登場当初のインテリアは左内輪にかまけた趣味の悪い色使いでしたが、こいつは一時車じゃないのでその要素は控えめです。てか今は一時車も色については自粛気味です。まあご託はよろしいのでとっとと突き進みましょう。次は地下踏み、電化されている旅客駅としては地味に最北端です。
裏を返すと、損廃ギリギリの火がくすぶり続けている石北本線と宗谷本線が潰れたら、鹿踏駅が何もかも日本最北端の駅になります。気流に追わればいいのだけど、窓ガラスの汚れなのか、脱出はガビガビになってますが、現在石狩川を越えています。函館本線の旭川近辺は、この石狩川に沿って線路が敷かれていました。過去形なのは、この区間が複線電化される際に、ガツガツトンネルを4つほど掘ったから、空気に触れると膨張する蛇紋岩なる地層は、そこそこの足かせになりましたが、綿密な調査と1964年の技術を前にしては、20.7km あった線路の直線化など増差もなく、むしろトンネルのおかげで距離も 2km 短縮され、なおかつ石狩川沿いならではの水害も回避できたので、毎時1本とか2本とか特急がぶっ壊されてる札幌、旭川間では結構重要なルート変更になったはずです。そうそう、ルート変更の煽りを食って、トンネル西側のカムイコタン駅なるものが廃駅になってます。カムイコタンなんてアイヌ語で神の集落とまで呼ばれて崇められてきたはずなのに、近代技術をもってして廃駅に追いやろうとは、随分おこがましいものです。廃物希釈かよ。去年、石狩沼田までの単勝路線になったばかりなのに、いよいよ再来年には巨星の道をたどる留萌本線と深川で分かれ、雨竜原野の開拓でぐっぽりお米が取れた茂瀬牛の町を出て、滝川市の江部津駅を立つと、あっという間に根室本線との乗り換え駅、滝川駅に到着です。乗り継ぎ時間は17分。どうせ次も始発なので、改札は出ずに駅構内をうろつきますかね。プライベートも温かさも確保できそうな、誰が何をどう見ても完全防備の待合室が、これでもかというくらい華奢な姿でホーム上にこさえられてました。なるほど、地元ってか団体の負担で作られた待合室なんですね。でもその二次災害なのか何なのか、めちゃくちゃ思想強いことが書かれてました。まあロータリークラブ自体そういうもんか。別に目当てでもない待合室を取っていたら、ついにお目当ての電車が来ました。形式は同じ721系ですが、こいつは一時車なので、さっきのよりデッキの色使いがきついです。年食えば食うほど奇抜な格好をしたくなるんでしょうか。どっかからブーメランだろって言われた気がしますが、幻聴だってことにしておきます。車体にまとった JR 北海道と同じカラーの帯は、爽やかで伸びやかなイメージを表現したもの。そのイメージに高わぬ勢いで伸びやかに14時45分滝川を出発です。で、旭川から函館まで直線距離で 250km 以上離れているのに、一切の遠慮もなく函館本線などと称するこの路線。最初の最初に巻き起こった不節こそ小樽近辺のホロナイ鉄道でしたが、明治中期、そこよりだいぶ東側でも空知府と滝川のあたりから旭川を結ぶという計画が立ち上がります。ちなみにちゃっかり同時期に小樽から函館、空知府とから釧路方面、名寄から網走という計画も立ち上がってました。宗谷本線は北海道鉄道不節法が決め手でしたね。だから函館本線の空知府とから旭川も足並み揃えてと思いきや、こいつだけ抜け駆けしてます。っていうのも、さっき述べた路線プラスアルファのうち、最重要なのは 500km ほど。しかしそれを愚直に引くと、5年程度かかる見通しでした。でも、空知府とから旭川の 56km くらいだったら、まあ2年程度で敷けるし、他はまあ後回しでもいいよねという、モンタージュじみた考えが政府と北海道長官の脳裏をよぎったから、っていうはずだったんですが、距離を縮めたのが、あだとなったのか、衆議院の予算委員会が、突然、こんな短い路線作っても意味ないよだとわめき始めました。それから何したかっていうと、空知府とから旭川の鉄道の建設費の項目を突然消しました。晴天の霹靂、朝礼母会、鉄路にときめいた旭川近辺の人からしてみればとんでもない事態。そんなだから運動も巻き起こって、ついに予算も復活を果たしました。そうして、北海道関節鉄道上川線っていう名のもと、1898年に旭川まで全通。ホロナイ鉄道、北海道炭鉱鉄道が敷いてきたものと合わせると、小樽から旭川がやっとこさ鉄路で結ばれたのでした。ちなみに、函館まで線路がつながるまでは、さらに7年かかります。函館本線という名前にかまけてか、随分箱入り娘っぽい引っかたぎな名前です。どうせ、北海道新幹線がやってきたら、函館に行かない函館本線ができるんだし、この際名前を変えちゃおう。例えば、はい、私は小樽から札幌が最初の開通で、各函館エリアまでの開通。列車は美唄駅を出発。セイレーンを彷彿とさせる字面ですが、実際の由来は、どす黒い貝が多いところ。よくもまあ言葉のあやで言いくるめたものです。あるいは、そういう彩られた美しさをへし折る意味でも、セイレーンだね。で、北海道炭鉱鉄道が、ボンと駅を置いたこの美唄駅。1907年の鉄道国有法で、北海道炭鉱鉄道の手から離れたとはいえ、国有法からたった1年後、別の炭鉱鉄道が、美唄駅から線路を伸ばそうと目論んでいました。それが石狩石炭株式会社、駅から東側に線路を伸ばすつもりでした。石炭をくすねてくるという野心を胸に、敷設権を得て雪解けを経て、基礎工事も終えて、あとはレールを敷くだけ、だったんですが、工区の権利問題でめちゃくちゃ揉めてて、北海道の雪は溶けたようですが、権利をめぐったいがみ合いの雪解けには至らなかったようで、工事は5年ほど進捗がありませんでした。
ただ、肝を冷やしたついでに頭も冷やしたのか、軽便鉄道として貨物に加えて旅客もやると決め、1915年から炭鉱が閉まる1972年まで、ビバエリアの発展に貢献してきました。その発展の名残か、函館本線のラツワン特急、カムイ、ライラックは、基本的に、ビバイに止まってくれます。ちなみに、宗谷号も函館本線を曲がりしてますが、夜中にある札幌行きの上りの便だけ、普通にビバイ駅を無視してきます。ライラック号、赤北線からのオホーツク号と合わせて、22時台に3本も特急が止まるのはおこがましいという魂胆なのかは知りませんが、随分石炭の発展という礎も舐められたもんです。って言ってるうちに、岩見沢が近づいてきました。この岩見沢ね、ちゃっかり北海道最初の鉄道という座を、小樽に取られてます。小樽のことを悪く言うと、小春立夏とかが黙ってなさそうなんで、過激なこと言うのは控えますが。というのも、北海道最初の鉄道は、皆様ご存知、ホロナイ鉄道の小樽、手宮から札幌。でも、もともとは例によって、この辺りの炭鉱がお目当てでした。このすぐ東、ホロナイで掘った石炭を、岩見沢を経由して石狩川まで運び、そこからは、船を使うって予定だったんです。でめ、めんどくせえ。ついでに、経済事情、冬場の交通事情も考えて、おとなしく小樽から敷くことにしたのでした。岩見沢エリアの分け前、そんなものありません。いくら、ガリレオが地上説を主張した時のように、北海道初の鉄道のお手柄をせびっても、それは叶わないでしょう。どこか、冷たい風を含む、岩見沢の駅に到着。いよいよ札幌圏です。ここからの函館本線普通列車は、30分に1本と、これまでの無慈悲から一転、良心的なダイヤ。加えて、最短ルートで函館方面へと聞くと、函館本線の山岳地帯、山線が思い浮かぶ鉄道ファンの方は多いと思います。確かに、札幌スタートなら、函館本線にしがみついた方が短いです。しかしそれは札幌スタートの話。岩見沢からだったら、ここから伸びる別路線、室蘭本線の方がちょっとだけ短いのです。なので、次のお目当ては、太平洋沿いへと踊り出る苫小牧駅なんですが、そちらは1日7往復という、慈悲のかけらを見出すことすらおこがましい運行本数なので、ちょっと岩見沢で休憩です。あ、そのついでに金玉に軟膏を塗ってくるの。緊急事態です。用を足すついでに、金玉に軟膏を塗ったんですが、その軟膏が用を足した後のトイレに落ちました。慌てて救出して拭いましたが、尿便器に入ったのは拭いきれぬ事実です。これからは、同じホールインワンをやらかさないよう、塗る場所はトイレ以外にしましょう。例えば駅のホームで全裸に馴染んと染み入る北海道ならではの盲導霊。その先に止まっているのは普通、苫小牧行き。札幌から函館まで結ぶラツワン特急、北斗も、室蘭止まりで勘弁してやっている、スズランも、ことごとく、室蘭本線の線路にたかっているのですが、それは苫小牧以前の話。岩見沢サイドは滅法ローカルです。その雰囲気を、キハ150に乗って味わうとしましょう。ローカルだから空いていると鷹をくくってたんですが、普通に学生さんで席が埋まってました。車窓欲しさにドア前に陣取る、ゲビった態度を見せた旅人は、若干の自己嫌悪を感じつつ、岩見沢を出発。さて、室蘭本線の中でも、ひときわローカルな、岩見沢から苫小牧までの歴史、を語ろうかなと思ったんですが、石炭って2文字で片付けられるんですよね。まずいぞ。これじゃあ、ウィキペディアとかいううちの集合体オンパレードをコピペしたやつ以下の、サーバーの参拝物みたいな動画になってしまう。とはいえ沈黙にひれ伏すのも、ボイスロイド旅行からボイスロイド取るようなもんだからな。サクッと解説しましょう。紆余曲折はあれど、小樽から岩見沢のあたりを、ホロナイ鉄道から、行き継いだ北海道炭鉱鉄道。設立以前のストーリーゼロの話をすると、その北海道炭鉱鉄道は、夕張などの炭鉱も開発したくて設立された会社。おまけに、室蘭港からの輸出も目論むようになる、強欲メガ盛りモンスター状態でした。それで会社を追っ立てようと、農長の使いが、福沢諭吉にとつったのですが、マウント打つ、同情されたかったら言い出しっぺの奴らの個人情報を開示しろなどと、ネット弁慶のレスバみたいな口を聞かれました。が、そこは鋭い先見の目。諭吉も、気前よく600株ほど引き受けて、北海道炭鉱鉄道を後押ししたのでした。そうして、岩見沢から室蘭が敷かれていきました。あ、関昌線の新夕張、夕張方面も、ちょうどこの時敷設されました。せっかく夕張を通るんだったら、かすめ取れるだけ取っとくものです。とにかく工事を急いだ室蘭線。工期自体には間に合いましたが、いかんせん土地がドロドロで、雑草ぼうぼうのほぼ未踏の地。見せかけだけはビッグモーターの対義語なのに、荒れ具合で言ったら、ビッグモーターが類義語になるレベルの土地だったもんですから、材料も運ぶのがしんどかったし、なんなら川の上流下流すらわからない始末。だから、木造の橋を仮設した後、水位を見極めてから鉄橋を設ける、といった、石橋を叩いて渡るどころか、ひねくれ川を検査して渡るという、ことわざよりも、一枚上手の慎重さを見せつけたと言います。クリクリ、クリ、ジョア、おじで行く、栗沢、栗岡、栗山の3年栗駅を過ぎまして、がっつり席が空いたので、キハ150に腰掛けることにします。座り心地どころか、何から何までキハ110みたいだね。関東に迷い込んだ気分だ。あ、言い忘れてましたが、今回の 2024km 旅では関東を通りません。江戸エリアに突入したら沈め満員御礼で、これが本当の江戸前筋ってな、ガハハ、みたいなのは、まっぴらごめんです。さて、列車はユニ駅を出発しているような気がします。
やりきれない川とかいう、やりもく人間のアビ教官みたいな名の川が近くを流れる駅ですが、駅自体もやりきれない思いをした経験があります。というのも、この先に追分駅があって、そこで関庄線の新夕張方面に乗り換えられるんですが、なんと当初はユニ分岐のはずだったらしいです。別にルート変更くらいいいじゃん、と思われるかもしれませんが、北海道炭鉱鉄道ね、農庁にも政府にも黙ってルート変更したんです。関庄線問題だけじゃないですよ。岩見沢駅の位置変更も、ちゃっかりやらかしてます。一応、ルート変更には、まともな理由があったみたいです。しかし当時は反発政治。中でも、薩摩藩が、ブイブイ言わしてました。そいつらを黙らせるチャンスだと捉えた道庁長官は、うるせえと言い、とりあえず、社長の首を飛ばしました。それからは、新聞もこぞって叩く大炎上で、帝国議会でも取り上げられたほど、地団駄を踏んだ1890年代のその事件も、鉄道庁の長官だった井上勝が派遣されることで、勝手にルートを変えたの許せんけど、やむを得ないから今回は OK という言葉を賜って、解決に至りました。土地だけじゃなくて政治的にもドロドロなあたり、ありとあらゆる憎悪のごったにみたいで面白いですが、線路はしっかり引かれたので、まあ結果オーライなのかもしれません。本当にオーライかしら。なんたって、この岩見沢から苫小牧の区間、2022年4月から12月の営業係数が1000オーバー。言い換えると、100円稼ぐのに1000円以上かかります。え？そんな赤字、北海道の黒字路線でカバーすればいいだろ。じゃあ今から道内の黒字路線行っていきますね。よく聞いとけよ。沈黙、それが正しい答えです。かつて、クラピカがハンターハンターで言ったように、さはいえど、この路線がすぐになくなることはないんじゃないかしら。だって、ここを追分けから苫小牧の手前、沼の畑までは、貨物列車が上下6本走ってます。追分けから岩見沢は、上りが2本だけですが、いずれにせよ道東エリアとの輸送を担う重要路線。あと、廃駅にも耐える宗谷本線とは違い、1日10人どころか100人使ってる駅もそこそこあるので、貨物、旅客ともに、しばらくは残りそうな気がします。JR 北海道単独での維持が難しいと名指しで中指立てられている以上、安泰とまではいかないと思いますが、炭鉱輸送の先鋒を背負った路線もこうまで落ちぶれると、ああ社用族、絵が描けた、明けましておめでとうございまんこって内容です。でもこの動画、2023年の11月に撮って12月に編集してるんですよね。なんなら企画思いついたの2023年の夏だったので、今が2023年なのか2024年なのかわからないという本末転倒みたいなことが起きてます。助けて。沼の畑で千歳線を迎え入れ、愚直に西へと突き進んでいくと、ホッキ貝の生産量が全国トップクラス、日本で取れる量の6分の1をも占める苫小牧に到着。シコシコした食感のホッキ貝、ちなみに苫小牧市のゆるキャラにもホッキ貝があてがわれています。リズム天国味を感じる絵柄で可愛いね。まだ全然進むこともできるんですが、苫小牧にホテルを取っちゃってるし、この後使う特急券とかも買ってるので、本日1日目は苫小牧までで勘弁してやることにします。おやすみなさーい。苫小牧のマンコ、苫小牧おはようございます。気持ちのいい朝ですね。そこそこリッチそうなビジホに泊まったので、よく整ってます。それこそ、こんなラリってる旅行はやめて、ゆっくりホテルに泊まりながら、のんびり旅行することこそ至高であって、時間と銭を犠牲に、飲食家になり果てた昨日とは違い、今日は威勢よく特急ばっかり乗っていく日です。最初から飛ばします。まずは特急北斗の函館駅なんですが、改札が全然始まりません。15分くらい遅れているみたい。ゆっくり旅したいとは言ったけど、こんなゆっくりは求めてない。助けて。ボンボロなキハ40の追分駅でさえ、この時ばかりは溢れんばかりの羨望。あと金玉はまだ痛い。てんてこまいでキリキリ舞な苫小牧に舞い込んだのは特急北斗の261系。こいつは千番台ですね。小幌往復の時に乗った形式と同じです。今回は自由席に座ります。次の第2改正で北斗号の自由席は消えるらしいので、今のうちに自由席を満喫しようじゃないの。それ以前に座れなかったわ。あは、7時58分苫小牧を出発です。さて、胆振、日高エリアに属していて、札幌の足音をも感じる交通の要所苫小牧。1892年に駅が出来上がった頃の村は人口も1000人いない程度の小粒の村でした。だから列車は1日2本。明治時代のことだから仕方ないとはいえ、秘境すら吹っ切れた余裕まみれのダイヤです。格付けチェックの時の学徒並みに余裕ぶっこいてます。そんな苫小牧が発展するきっかけになったのは王子政治。1910年になると工場がせわしく動き始め、苫小牧駅もいやおなじみとたばたし始めました。最初こそ苫小牧の貨物、お魚ぐらいのお使いクラスの規模だった貨物も、原木だの紙だのが一切の容赦なく行き来して、発展どころか革命とでも言えそうな状況が作り出されました。まあそこまで行ってもしばらくの間は河川橋もなければ走車用の線路も1本だけという、醤油皿に二郎系を乗るかのように屈強需要とクソ雑魚設備とがせめぎ合っていたらしいけど、それから原木の輸送程度の身分として、
苫小牧の南東にある猿人まで伸びていた線路に目をつけて、あれやこれやと一般旅客向きにこねくり回し、苫小牧軽便鉄道として営業開始。日高拓殖鉄道とタッグを組んで静内の辺りまでをも征服しました。これこそ日高本線の原型なんですが、廃線で向川までに縮められた今となっては、静内は愚か猿人にすら行かない、なんなら日高地方にすら行かない様なので、日高の名を売るって意味で与高本線とでも解消します。それは日高本線沿線の人と道民に怒られるか。向こうに映っている山はくったら湖かな。4万年前の噴火でできたカルデラ湖です。川がないだけあり、水質は最高峰、透明度が高いのもうなずけるほど堅牢です。 USB をなくした某尼崎2022のセキュリティとは真逆で、水面は義務教育を終えたらどうせろくに使わないことで有名なあのコンパスで描いた円のようにまん丸です。筆舌に尽くしがたいほど神秘的とはいえど、どうせ車窓から水面を拝むことはできないので筆舌もへったくれもないのですが、少なくとも室蘭高専の守護神のように鎮座していることだけは確かです。立ち続けること25分、上り別で席が空いたので座らせていただきます。ドリンクホルダーから可動式枕まで至れり尽くせりなグレードアップ座席、名実ともに枕を高くして眠ることができる座席も新函館北斗までのお付き合いです。とかいううちに東室蘭駅が近づいてきました。室蘭駅方面に伸びる室蘭支線との乗り換え駅です。路線名をがっつり改修しているというのに支線の烙印を押されているのはともかく、北海道炭鉱鉄道が岩見沢から室蘭を開通させた時は東室蘭なんて駅はありませんでした。それどころか国有化時点ですら本線という名前を背負うことすらおこがましいほどちんけな路線でした。それもそのはず、だって室蘭から函館方面に伸びる線路はなく行き止まり、なおかつメインストリームは小樽経由の函館本線でしたから、室蘭線なんてガラケーの本体にくっついてるあのアンテナ程度の存在感でした。ただ鉄道を売っ払い炭鉱鉄道から社名を変えた北海道炭鉱汽船はくじけない。会社が鉄道の売却金を室蘭にペポペポ注いだおかげで、室蘭ちゃんはムフムフアンアンアイで工場をはらみました。おまけに北海道炭鉱汽船自体も船を使い倒して石炭を運びまくる気満々子だったので、室蘭線を見くびっていた国鉄も見直して年間500万トン以上運べるよう伏線化に取り組みました。目立たない路線が一躍名を馳せる様はさながらエジプトの書物では地味だったのが、現代になって脚光を浴びるメチェドのよう。しかしこの頃はまだオシャマンベとムロランの間に線路はありませんでした。しかし施設の運動自体はイブリ鉄道って名目で巻き起こっていました。とはいえ今みたいにずっと海キワキワを攻め続けるルートじゃなくて、途中で山の方に分け入り、クッチャンの辺りを経由して函館本線と合流するのが狙いでした。でもそのルート函館サイドが直に嫌うようになりました。なんで函館が小樽運地だったから、旗から見ると地獄みたいな理由ですが、残念ながらそれが正解です。人間は憎悪で動いている時だけ水を得た魚のように生き生きする生物なのです。なんでクッチャンを避けたかというと、室蘭と函館との経済的なつながりを意識したかったから。早い話、室蘭と小樽がイチャコラするのがヤンデレ函館ちゃんは許せなくて、函館線と室蘭線との分岐点を少しでも小樽から遠ざけたかったからです。やべえな小春立夏に怒られるぞ。そんな風に函館サイドが思い悩んでいたところ、室蘭サイドが金山線というのを計画します。ざっくり言うと、室蘭線から根室線の金山駅までを結びたいねって路線。これに目をつけた函館サイドは金山線とオシャマンベ分岐の路線とをセットにして鉄道員にイチャモンをつけに行き、貨物輸送で函館本線の山側を迂回するやつはバカとまで言い張り、オシャマンベ分岐を押し通しました。もうちょっと自分の町の名前がついた路線大事にしろよ。何はともあれ、行く行く年から小沢線って名前で工事がスタート。小沢はもちろんオシャマンベ、和は西駅、今で言う東室蘭駅にあたります。そうしてまず西側、オシャマンベの方から工事が始まったのですが、室蘭サイドは老い建設事務所、室蘭と東野エリアの交流は激しいって言ってる太郎がと運動を起こし、東側の室蘭サイドからも工事を始めさせました。室蘭ちゃん強いぞ。そんなこんなで小沢線として敷設された路線は、関東大震災や戦後恐慌の震災をなめつつも1928年に全通を果たし、その3年後には全線ひっくるめて室蘭本線という名前がやっとつくようになりました。基本的に 10% 以下で敷かれた線路が手伝って、特急北斗のスピード感はさることながら現在でも貨物の大動脈としての役割を果たしています。かつて打つけと称された織田信長が天下統一の一歩手前までのし上がったように、大動脈ではあるんですが、有珠山が噴火した時は大変でした。有珠山とは何ぞやと言いますと、この建物別の近くにある山ですね。こいつが2000年に噴火した時、室蘭線が旅客も貨物もぶっ潰れる羽目になりました。代わりにトラック輸送や船運などを使い倒したのですが、室蘭線という圧倒的な動脈からしてみれば、そんなの取るに足りない毛細血管、押し合いへし合いの貨物なぞさばききれず、一時期は五稜郭の貨物駅にコンテナが500個ほど詰まったといいます。室蘭本線が海線がいかに重要かというのはこれで十分わかると思います。え？山線が代わりとしてあるだろって。あっちも線路自体はつながっているんですが、貨物のメインストリームから外れただけの理由があります。
それは10両しか入らない1日5本が限界という点。室蘭高専が2周量を毎日24本さばいていたのと比べると50対480で雲泥の差です。実際のコンテナの輸送量は230対2400で1割にも満たなかったようで、焼け石に水どころか焼け石に巻き草とでも言うべき状態でした。そんな薄山は20年から30年サイクルで噴火、最後が2000年なのを考えるとそろそろ何かしら撒き散らしそうです。それで再び山線が迂回路として活躍するだろうというたわごとを吐く人もいるのですが、可能性は低そう。何しろ前回の薄山噴火の時 DD51 なる車両が山線の貨物を担ったのですが、現在の主流は一回り大きい DF200、 山線に入るのはちょっと厳しいそうです。っていうか本数と量数的に山線自体貨物の迂回路として使えたもんじゃないです。もう来ないからねって JR 貨物が言うのも無理はないでしょう。さて列車は豊村の辺りを通過中、ホタテとカレイをぐっぽりせしめる漁業中心の町です。で、この豊浦から礼文のあたりまでは伏線化でガラッとルートが変わっています。まず豊浦から次の駅大木島ではトンネルをぶっこ抜いて、海線という名でもひけらかすかのように山側を走っていた線路を一気に海沿いに持ってきました。その道すがら豊泉という地味な途中駅が黄泉の国に召された気がしますが、素晴らしい新世界のためならば栄光のように見えるものならば一駅潰す程度は厭わないのです。次大木島から礼文、こっちは少しだけ山側にトンネルを掘って伏線化されました。急線の方は礼文下海岸に沿った設計だったそうですが、何せよ落石が日に日に増す始末、おまけに波も打ちつけてくる始末で防災意識のぼの字もなく、何か海線じゃボケコチトラストレスで海が生み出されそうなんじゃクソかといった具合。現在は道道608号が急線の近くを並走しています。防災意識のぼの字もなさそうな場所でさえ車からしてみれば格好の的です。で、この後長いトンネルを出た先で見えるのが小幌、日本一の秘境駅、日本一の秘境駅という一見不名誉な札も豊浦の町にとっては良きサマリア人のごとく、圧倒的な支持のおかげか小幌の廃駅は免れたのですが、豊浦町の他の駅大木市、礼文の乗車人員が少ないせいで今度はそっちの2駅が危うくなってます。日本一の秘境駅だけ残って秘境度の低い駅が潰れるとか、あまりにもブラックジョークが過ぎると思うんですが、あれこれ言ううちに列車は名の知れた秘境駅小幌を通過です。録画ボタンを押すタイミング間違えて 0.5 秒くらいしか映ってませんでしたが許してください。おしゃまんべの先、かつて瀬棚線が伸びていた群荷駅を通過、小沢線がまともに敷設される前の明治時代1911年にはすでに定期旅客馬車があったみたいですが、赤字がくすぶり国鉄再建法でもって西側の瀬棚町まで線路を伸ばした瀬棚線は廃線に。そんな新山を舐めてきた過去を考えると群荷駅のことを悪く言うなんてできないものです。おしゃまんべ、やくもとサクサク止まっていき、列車は森の駅を出ました。来年の3月にはその役目を終える気配40を尻目に、そして JR 東日本で飽きるほど聞いた4点チャイムを耳に、新函館北斗での乗り換えチュートリアルを胸に刻んで道南を突き進みます。旅人の心を足つかみにするさしすめ五感で味わうスタンダール症候群とでも言えそうな北海道の出口まであと少し。このエリアも北海道新幹線があと6年後くらいに通るとか言われてるんですが、それを受けてこの函館本線の大部分も JR から分離されるとか、おしゃまんべから小樽は廃線が決まったみたいですが、おしゃまんべ以南は少なくとも貨物線としては残るかもとのこと。というのもゼロカーボン北海道とか国際公約であるカーボンニュートラルとかいった呼吸でわざわざ二酸化炭素を出している人類どもがこぞって温室効果ガスをゼロにと謳う目標を実現させたり、トラックドライバーの時間外労働の規制を厳しくする2024年問題だったりを見据えて残すっぽいですね。っていうか全国新幹線鉄道整備法でも JR 貨物の動線はなるだけ残せって書かれているので、唯一のルートを引っぺがして JR 貨物を北海道から締め出そうなんざエロあるよと抜かしたドナルドが実際にエロを提供するくらいありえない話です。なんたってこの区間北海道から玉ねぎを6割じゃがいもを4割も運んでますし、と言っているうちに駒ヶ岳の麓の国定公園大沼公園に到着です。2012年に大沼がラムサール条約に登録されたこともあり、インバウンドとかで満員御礼ホクホクとになるかと思いきや、乗車客はわずか降車客の方が少し多いくらいで空席ちらほら宿泊区とでした。よく考えたらまだ平日の朝10時半だし、そりゃそうか。さて次が新函館北斗、2つの市の名を堂々と冠しているところからお察しの通り駅名ではことごとく揉めました。函館市側はどうせ観光客の目的地なんて函館市なんだし新函館駅でいいだろと火の玉ストレートに北斗市をディスり、対する北斗市は駅が置かれるのは北斗市なのによくそんな口聞けたなと北斗函館駅を主張。結果的に新函館北斗という折衷暗示みたい駅名になりましたが、長ったらしいからかご丁寧に新函館と端折って呼び上がる人が多い印象です。なんて素晴らしくて公平でかつネームバリューに魂を売った折衷案なのでしょうか。
そんな函館ですが、明治期の鉄道については他の地域に遅れをとっていました。確かに函館は海に面した町で、イカをはじめとした漁業で栄えてきましたが、鉄道については海に面してるしいらなくね、ホタルに用があったら船使えっていう論が主流でした。後々北海道鉄道敷設法にも記載はされたけど、例によって財政難と舟運中毒をこじらせて第1期船の仲間入りとはいきませんでした。敷設自体は決まったからいいじゃんって。実は第2期船っていう立ち位置がだいぶ足かせになりました。噛み砕いて言うと、俺ら政府がゆっくり敷くから敷設ごときがしゃしゃれなっていうスタンスで、敷設ごときに補助金なんぞ微対一文出さんぞって姿勢、それを前にして函館小樽間の敷設を目論んだ敷設たちはバタバタ倒れていきました。函館小樽間の鉄道は政府の補助はいらんとまで言った関村鉄道の2回目の出願を待つ羽目になったとさ。まあ日清戦争後の強行で会社が火の車になって結局補助を受けるんですけどね。もっとも政府サイドもさすがに遠巻きに眺めず、後期に間に合わせろとノリノリで補助金を出したんですが、人間は手のひらを回しながらそれでも守備一貫を装った顔をする生き物です。世の中船員ジョーカーなのかしら。これ以上もろもろこじらせると怖いので、このくらいにしておいて。新函館北斗に到着。かつての駅名は押島王の、さらにその前が本郷。名前の変遷と圧力と妥協と新さん、いろいろ混じり合った名前からはどこか奥深さを感じられるものがあります。新函羽田北斗。接続の新幹線、間に合って一安心。お次は北海道新幹線。木古内も奥津軽今別も通過する。なかなかのハイスピード便ですね。まあ車内で4時間ちょっと、駅弁食ったりチンコ投げたりしてれば、東京まで 862.5km ほど距離稼ぎできるんでしょうけど、そんな巨色の花をあしらった 2024km 旅なんざ、まっぴらごめんなので、新青森まで乗って、日本海沿いを伝えます。ってわけで、早いところはやぶさ22号に乗ろう。そういやいい5系って、普通車もグランも乗ったけど、グリーンはまだ乗ってませんでしたね。じゃあ、乗りましょうや、グリーンに。グリーン車のデザインコンセプトは、自然の山並みと雲の連なり。なんですが、デザイン段階からモケットとかが変わっているからか、雄大さというよりは、柔和さを感じます。でもそんなので、座席の品格が下がるとかはなく、間接照明から何まで、シックでリッチです。座席幅も、普通車より 120mm ほど広い 1160mm と上々。広い、ほんま広い。これに比べると、山岡さんの椅子はこすや、あまりに周りが高級すぎて、私が無印で買ったスニーカーが浮いて見えるな。10時53分、新函館北斗出発。次は新青森。道南、青函トンネル、津軽を一気に駆け抜けます。早速見えてきたあれは、函館新幹線総合車両所っていう車両基地。そこそこ羽振りのいい JR 東日本に合わせようと背伸びして、JR 北海道が4編成作り上げた H5 系。そいつらが眠る車庫です。全国5番目にして、札幌延伸後も北海道唯一になりそうな新幹線車両基地。その横を抜けると、久根別川が見えてきました。この久根別川で、黒船にミンチ切られて幕府がおじけづいた幕末の頃、輸送が盛んになりました。というのもその頃、函館に銭座っていう、お金を鋳造した機関が作られまして、そこに、白積みの炭玉がバコバコ気づかれました。そうなると、資源が必要になります。ってわけで、その鋳造に必要な原料の輸送に、久根別川の舟運が函館まで使われたといいます。ちなみに、その鋳造したお金、函館通報って言うそうです。名声にかぶれた名前してますが、こいつ北海道エリアでしか使えない金でした。蝦夷地って扱いだから仕方ないとはいえ、同化主義にしても随分中途半端です。木の竹戦争を、どっちもいいじゃんで終わらせるくらい中途半端です。からの木古内を通過。道南にしては、そこそこえぐい量の雪が降るからか、特別豪雪地帯に認定されている町です。宗谷エリアは、軒並み特別豪雪地帯に入ってるんですが、函館や小樽は、くくりから外されるシビアさ。それにすら入る木古内、北海道始まりの町の顔をしておきながら、節分の鬼に、いり豆のマシンガンでも乱射するような、かなりエクストリームな環境です。それからほどなくして青函トンネル。歴史をおさらいすると、青函連絡船が行き来していた1939年から、すでに構想自体はあったのですが、太平洋戦争で一度立ち消え。しかし戦後、青函連絡船の頻度がゴミかせだった上、洞爺丸事故で犠牲者が大量発生したため、トンネル計画が再注目。その時、青森西側の津軽半島を通るか、東側の下北半島を通るかで揉めましたが、下北半島とそのルートの海底の地形を見てみると、渡辺陽一の喋り方並みに癖が強かったため、津軽ルートに絞った上で、新幹線を通す前提での工事が行われ、1988年に開業したのでした。スイスのゴッタルドベーストンネルが開通するまで、30年弱、世界一の長さでした。お世辞にも若くはないトンネルですが、新幹線に手加減なんて概念なく、現状時速 160km、ピーク時には稀に 210km、さらにおよい 260km を叩き出す予定みたいです。しかも、貨物の在来線と新幹線が行き来するトンネル。
単純な速度差以外にも乗り越えてきた課題があります。例えばカント、イマニュエルの方じゃないです。車に構えた口ぶりで批判をたわいたやつじゃない。曲線では遠心力を考えてレールに高低差をつけます。これがカントってやつ。カーブの半径が小さいほど速度が速いほどカントはでっかくなるのですが、この速度ってのが厄介で、カントの大きさは速さの2乗に比例するという凶悪さ。生半可にカントをつけると高速列車には足りず、低速列車には大きすぎる。帯に短し、たすきに流しという具合で全く相入れません。チョコレートアイスとミントくらい相入れません。まな板の見せ物小屋がなんかほつあいてますね。どうにかして曲線とカントをマッチさせようとした結果、あ、無視ですか。最小曲線半径は 6500m になったそうです。いろいろ計算され尽くしたトンネルだと思うと、旅情だけでなく歴史も感じるものです。最近はその歴史が仇となってやや老朽化が激しいみたいですが、頑張れ。まな板の見せ物小屋って何？どんなディスり？津軽半島青森市に突撃し、明らかに物理的には見えない青森湾をフィーリングで眺めているうちに、上野発でも夜行列車でも冬でもないし雪もないので、何が津軽海峡冬景色だといった面持ちで新青森に到着。長いようで短かった JR 北海道エリアはここいらでおしまい。ここからは JR 東日本エリアの、それも札付きの魔境、東北ゾーンに突入です。ホームを降りたら伝統ここにございと言わんばかりにねぷたが飾られてました。弘前はねぷた、青森はねぶた。この差は鉛か表記揺れかな。名の由来自体はどっちも眠りを流す、眠いの眠いの飛んでけみたいなのから来ているとか言うので、しこって寝て一日を遂行した気になってるお前らとは真逆で、随分勤勉です。チクチク言葉っつった？言うてこの動画の視聴者層そうじゃない？隣には土偶のねぶた。女性をかたどった縄文時代の呪術的なお人形ですね。石棒ねぶたにしてないあたりが良心的ですね。当時の役目どっちだって変わらないのに、せっかく改札内に蕎麦屋があったから、腹ごしらえしていい？いいよ。ありがとう。とろろと昆布の熱白蕎麦です。青森県産の材料てんこ盛りで670円。熱白は津軽弁で、くっつく、仲良し、相性がいいって意味です。って店先に書いてあった。余談ですが、コロナ禍の青森ではくっつくなって意味で熱白なっていう缶バッジが流行りました。熱白だり熱白がなかったり忙しいですね。ピストン運動かよ。さて次は弘前方面へ。12時48分発の特急津軽4号に乗って秋田まで突き進みます。普通列車で行ってもよかったんですが、実はそこ去年夏に18切符で乗り通したんですよ。だから特急で、その去年夏のやつは18切符日本横断旅のついでに撮ったんだけど、実際に動画が上がるかは知らない。ポシャったらどっかのタイミングでできたところまで供養します。在来線の改札内へ。行き先案内雑すぎません？ブラック会社の上司が謎の仕事を投げてくる時の説明並みの情報量だけど大丈夫かしら。ああ、その奥の方に行き先表示あったね。特急しりがる。特急つがりに充当されている車両は E751系、道のくの四季の彩りのカラーリングがあしらわれた E653系ベースの車両です。E653系については後ほど語ります。製造当初は6両で、国鉄のオンボロ4ターボ系を追い出し、盛岡から青森のメインストリートを駆け抜けて、いずれ青函トンネルを渡って函館まで行く予定という花高々な未来をまとった車両だったのですが、新幹線が八戸、新青森へと延伸されるにつれて運行区間が西へ西へと追いやられ、津軽として青森から秋田を任される頃には東北の日本海沿いに6両もいらんと後ろ指を刺されてか、ついに4両に削られて細々と東北を結ぶ羽目になった悲劇の坂道転げ落ち車両です。じゃあ新幹線の八戸延伸後、青函トンネルは誰が渡ったかって、ニック機オンボロ4パー5系とかだが、ハツカリでも津軽でも4パー5系を追い出したのに、肝心の青函トンネルを4パー5系に譲る数奇な奇数。特急の栄光は奪われずとも、その足取りはゴルゴタの丘まで十字架を背負うイエスのように、何か鬱屈とした雰囲気をまとって12時48分新青森を出発。次は浪岡です。車内紹介は空いてきたらやります。まずは路線の概要から語っていこうね。奥羽本線はいかにも東北っぽい雰囲気をまとった名前の通り、福島から秋田を経て青森に行く日本海沿いの路線です。旧国名の陸奥と出羽から名前を取ってるような気がしますが、ほとんどの区間が出羽の国です。奥羽山脈からの近さで考えても東北本線と比べて近さが大差ないので、いよいよ奥羽線そのものが謎概念になりつつあります。カップヌードルの肉くらい謎に包まれています。そんな奥羽線は無論関節ですが、1885年頃から私鉄で敷きたいという風向きはありました。どうやら福島から山形県酒田までの路線を出願したのが始まりだったようです。路線でいうと山形新幹線プラス陸羽西線といった具合だったのかな。しかし政府はそんなところに敷いて何になるのと言い、調査すら拒んで計画をお蔵入りにしました。
一見すると怠惰にひた走ってるようですが、それもそのはず。だって、1885年当時、東北本線なんて宇都宮までしか開通していませんでした。福島県にすら本線が敷かれてないのに、汽船を、それも、私鉄が手ぐすね引いて計画するなとマットです。ボロくてかえって安上がりに見える、E751系のマット仕上げの窓枠くらいマットでした。そもそも、東北本線の経由地が、盛岡か秋田か山形かすら決まってない段階で、おいそれとゴーサイン出せるわけないでしょ。って感じて時は流れ2年後、東北本線の工事をしつこく進めてきた矢先、山形エリアの連中が、しつこく請願案を送りつけてきました。その内容はというと、宮城県のど南にある白石から、奥羽山脈を西へと谷歩きして、赤湯から山形を過ぎて、大石田までを結ばせろという路線でした。でも、免許はすぐにはやってきませんでした。だってこの計画、500km ほど南北にそびえ立つ奥羽山脈のことを、あからさまに見くびってます。コメダコーヒーの初見プレイヤーの注文くらい見くびってます。そういうのを見透かされ、山脈突っ切る県境区間を越えられるわけないだろと吐き捨てられました。そこでチキった結果、米沢スタート坂田ゴールの山形県をぶった切る計画へと変更しました。2年前の焼き直しと言われても反論できなさそうな計画でしたが、ついに念願の免許をぶん抜ってきました。あとは敷設するだけ、あとは敷設するだけ、って言ってるうちに、免許の期限が切れました。ここまで七点抜刀まみれですが、一体どうなるんでしょう。ひとまず浪岡に到着。ちゃっかりこの汚染の快速、リゾート白神が反対を走ってますね。特急より格下身分なはずの快速ですが、浪岡駅を堂々と通過していきやがりました。しかしこちとら E751系には3編成もいるんだぞ。4両 ×3 編成、全部で12両体制だ。中間車計6両は消えたけど、とにかく数が正義ってわけだ。向こうにも1編成対向列車がおるじゃろ。あれよく見たら鏡じゃん。自信満々に映してんのが、めちゃくちゃ恥ずかしくなってきた。一気に駆け抜け弘前へ。県内のリンゴのうち4割をも生産する市です。全国規模で見ても2割を占める生産量に優越を覚えてか、市民憲章にもしのきにもリンゴが入ってます。リンゴは12分に生産しているはずなのに、底なしのリンゴの名声に飢える様はさながら上場も。で、この駅では五能線と乗り換えられるみたいです。本当は2つ手前の川辺駅が接続駅らしいのですが、この区間には特例が設けられていまして、大宇線特急で川辺駅を通過して弘前に戻って、それから五能線の確定とかで五所川原方面へって乗り方も許されてます。旅客営業取扱基準規定とかいうなんか強そうな地面の規則の151条で決められてるらしいです。こういう緻密な規則のもとに五能線と特急つばるがあると思うとキュンとしますね。と綺麗な話で終われたらよかったんですが、基本接続は良くないです。リゾート白神がある本日13時半でさえも1時間待ちみたいですね。ないよりはマシだけど、なんという存在感の規則。話を戻しましょうか。大宇本線の敷設ストーリーどこまで語ったっけ。思い出した。まず敷設すらしてなくて、山形県の敷設が2社散っていったってところまでだったね。しかしそれで折れるほど東北界隈はやわじゃありませんでした。3県揺れば文字の知恵とでも言うべきか、福島、山形、秋田の3つの県が集いまして、1890年、白川か郡山から会津若松、米沢から酒田、新庄から秋田の3路線を出願したといいます。1回得た免許切らしてんだから少しは折れろよ。山形県ぶった切る路線とか何回目の出願だよ。しかしそれにへつらえるほど鉄道局は弱じゃありませんでした。その路線強いて意味あるんですかなどと売り言葉に買い言葉を繰り出して拒否したそうな。1回は免許をよこしたんだから多少はへつらいよって言いたかったんですが、実際少しはへつらったようです。いや、許可自体は出さなかったのですが、差し進め3線によれば文字のどうたらで3つ合わせて福島、山形、秋田、青森を結べばマシかもねと可能性をほのめかした模様。しかしそんな示唆を感じられるほど東北界隈は敏感じゃありませんでした。察しが悪い分、おちんまんは敏感で、それってあんパンパンしてたかもしれないけど、ちゃんと計画が動き出すのは、例によって1892年の鉄道敷設法。路線案自体は遅くとも1890年からあったようですが、当時は白川か福島から弘前と、ぼんやり計画。会津若松が栄えてるから、迂回なんて気にせず、白川から分岐しろみたいな意見はあったみたいですが、会津若松と米沢との県境、薄い峠越えのクソデカマウンテンあるから無理だが、となったので、まずスタートは福島ということになったみたいです。ゴールはいつの間にか弘前から青森になってた。一旦は退けた東北本線を青森から弘前まで延伸しろという青森県知事のわがままを別の角度から叶えたのか、それとも単純に両端を東北本線と結びたかったからか、ともかく第一期線として敷設が始まったみたいです。大和二線ホームのこけしだって大和線が通って本線が繁栄するって真から喜んでますよ。ただ突っ立ってるだけだろって。そうですね、社畜主義こそ正義ですね。未来永劫現実の描写に文字通り打ちつでも抜かしてればいいと思います。どうでもいい話はさておいて、秋田南部の湯沢を境に南北から敷設を進めた大宇線、1893年度から1904年度にかけて敷き切る計画だったんですが、実際1年伸びちゃいました。天津祭予算に至っては2倍に膨れ上がったんで、だいぶガバ計画の下で工事が進みました。まあそりゃそうです。
だって日本海沿いの東北なんて多かれ少なかれ指折りの豪雪地帯、明治期の一兵卒レベルの敷設技術でそんなのに太刀打ちできるはずがありません。それだけじゃありません。雪が溶けると何になりますか。春になるし水になるね。あと水派と春派で不毛な論争にもなるね。というわけで春は雪解け水がドバドバ川に流れ込んで敷設がそこそこしんどくなりました。羽振りよくトンネルなんて掘れない黎明期の敷設ですから、川沿いの敷設がメインだっただけに痛手です。ちょっとは川も押し釜を学べよ。敷設が難しいのは冬と春だけじゃないです。7月の梅雨も11月の霜も大敵でした。地獄みたいな天候をかいくぐって工事を進められるのは実質6ヶ月。それに問題だったのは工事の過酷さだけじゃないです。完成目前の1904年って何が始まった年ですか。そう、日露戦争だね。それで線路に資材を注ぎ込む暇なんてないと突っ放され、あと1年粘れば完成するものをよりによって一旦敷設中止になったみたいです。東北の背骨、元井奥羽山脈の西を貫く重要路線で、まだ背中に肉はいらんとまでなじられては、大盾の曲げわっぱで誇れる器の大きさでも許せたものではありません。なんで、植生の同盟会が、そこに秋田銀行があるじゃろ。これをこうしてこうじゃ、みたいな静観を打ち放って、なんとかその翌年に全線完成を見たと言います。めでたしめでたし。さて、気づいたら秋田県に入ってました。列車は大盾を出発し、花は線とバイバイ。たくましき秋田犬が悠々自適にのさばる地として有名なこの地ですが、まだここが大盾町という小粒な町だった頃、大盾駅を他の村、釈内村との境界に置いてやるという割合に寛大な態度を見せつけてやったと言います。しかしそれは結論だけの話、実際は両方とも仲良くいがみ合った結果、町村の境目に駅が置かれたと言います。終わり良ければ全て良しとは言うけれど、その終わりの部分にはどす黒い一悶着が沈んでるからな。和気あいあいの仮面なんて信じるな。しっこ、内装がシック、トイレの中でうんちくを語るのも気が引けますが、 E751系のコンセプトは華やぎと大自然の風光、トイレにもそれが現れている気がします。つまりナチュラルビチグソですね。鷹の巣盆地を抜けるといよいよ車内も空いてきました。具体的にはこのアングルでビデオカメラを回せるくらい、見渡す限りの E751 系の普通車の座席、このモケットのコンセプトは湖面の輝き、それから荷棚の下は青に染まった樹木をイメージした青色の木目調が使われています。感触まみれなので花焼きを回収できているかはともかく、大自然の風光の息吹は確かに感じます。でもグリーン車のモケットは桜霞がテーマらしいので、そっちは華やいでいるようです。グリーン車が似合う羽振りのいいやつにしか花焼きを名乗る資格はないんでしょうか。さて、東の城で鷹が80分ぶりに五能線と再会。ここからの城平野を南下します。この辺りで生産されるお茶は平間茶というらしく、日本で生産されるお茶としては北限だとか、富士から直々にはるばる伝わってきたその栽培を家臣の副業として奨励したのがきっかけという平間のお茶。現在はお茶の栽培最北端という希少性と数軒のみの栽培という希少性を傘に来て、江戸時代からの伝統と1ヘクタールもない路面をつなぐべく、小粒なイベントや地道な生産を重ねているといいます。それが功を奏してかめちゃくちゃ人気のようです。空腹が最高のスパイスと称されるように、希少価値も最高のスパイスなのかもしれません。と言ってると温泉地の森竹駅を出発して八郎潟駅に向けて列車は進んでいます。車窓西側にはあの秋田県の出っ張り部分の付け根に鎮座する八郎潟が映っています。どうせ堤防に遮られて映ってねえんですが、そこにあればあります。観客される以前は滋賀県民が崇め祭りで喜愛するあの琵琶湖に次ぐ大きさだった八郎潟。昭和中期までは平和な漁業の聖地だったのですが、その頃の日本の食料事情は平和じゃありませんでした。湖の面積に入って看板とかどうだっていいので、とにかく農地を増やしたかったと言います。そういうのを経て1977年、八郎潟の湖というアイデンティティを8割方分取って、だいたい170平方キロメートルくらいの立派な地面が出来上がったと言います。これこそ破壊と創造の真髄なのかしら。岡線と合流し、秋田平野を南にかけて秋田貨物駅を望んだあたりで、まもなく終点秋田。県庁所在地を1個渡り歩くのに2時間半ほどかけて秋田に到着。その上、乗り継ぎ予定の列車まで80分もの町が腕組んで威張ってますが、旭川でスパルタ兵士のごとくよく鍛えられたので、そんなの全く苦じゃないです。ジョン・スチュアート・ミルだって人生の理想を大自然に身を置き、ゆったりした時間の中で精神的にゆとりを持つと位置づけたくらいですし、そのくらいの余裕を受け入れる心構えは必要でしょう。秋田市は大自然と呼ばれるほどのど田舎じゃない。確かに知事がジャコ天に対して貧乏臭いとおっしゃるほど栄えた大都会で、やれ自然をあげつらおうとなんて真から軽蔑されるようなことだから、言動には気をつけなくちゃいけませんね。街歩き、西口を少し歩いているとなんか前衛的なモニュメントがそびえ立っていました。アゴラ広場と呼ばれるその場所は恋人の聖地になっているみたいです。由来とかは各自動画を一時停止して読んで、
でも冷静に考えると、動画とかいう時間効率の悪いコンテンツで活字を要求すること自体がお門違いなんだよな。うだうだ言いましたが、とにかくロマンチックさを感じるものです。その隣にヤニスイバがあるのは、秋田美人へのアンチテーゼなのでしょうか。次、特急イナホ14号、新潟行き。ここではの国と、新潟県の越後の国を結ぶ越本線。そのほぼ全区間を走破する、文字通りの花形特急です。とはいえ稲穂号は、大多数の列車が新潟から山形県北の酒田止まりで、秋田発着の列車は2往復のみ。そうした意味では時間が合うなら、まあ乗った方が吉だよねってことで。特急稲穂に使われる車両は E6 号3系。ついさっきまで2時間半くんずほぐれつした E751 系の親方身分みたいな列車です。海沿いを走るこいつのカラーリングは、日本海に沈む夕日に輝く波と茜空がモチーフ。なんですが、性格の悪い勇士らによって、フルーツ牛乳という不名誉なあだ名が付けられてます。こいつもデビュー当初は、常磐線でぬくぬくしていた 4-5 系をぶっ潰すための車両でした。やがては岩切北のみで働く予定でしたが、大震災で立ち消えになり、新潟に越してきた車両。1997年デビューの新参を追いやるなど、一見もったいないようですが、むしろ適任。だってこいつ、硬直流電車を主に置き換え、体幹体節構造、いろんなニーズを元に製造。コンセプトだって、これからの定番特急、洗練されたシンプルさですから、むしろ国鉄のサバル激寒新潟エリアにとっちゃ、そのスペックを最大限活かせる、ラツワン車両なのです。新潟での仕事が板についてから10年、今は、車両を持て余してる感がありますが、クリーン車に定評がある形式ですが、今回は普通車に乗ります。デビュー当初は、武骨な青と黒のモケットだったのですが、はるばるこの地に降り立ってからは、新潟の伝統品、おじやちじみのモケットに変わりました。ちなみに E6 号3系が定期でおじや市を通ることは、ありません。今回は、終点の新潟まで乗ります。実に3時間半の長丁場。もう日本海の夕日がどうとか言ってらんないくらい外が暗くなってきてますが、やっとこさ出発です。16時48分、秋田を出発。次は宇後本庄です。暗くなって何映してるかわからなくなる前に先に車窓を語っときます。歴史は後、宇後牛島を過ぎた列車は早速雄物川というなんかエロい名前の川を渡ります。現在遠くに見えるあの秋田大橋より下流は放水路ということになっているみたいです。かつてはその橋を境に右側に折れ蛇行して海に注いでいたそうですが、雄物川の河口、秋田駅の北西にあった土崎港も土砂を溜め込んででかい船を入れなかったり、低地に洪水をまき散らしたり、雄物川に注ぐ支流に水を逆流させて秋田市街地を満身創痍にしたり、川の土砂も洪水対策も鬼のようにガバガバでした。ダイハツの安全基準くらいガバガバでした。そんな泣きっ面に蜂の惨状にしびれを切らした秋田の議会がなんとかしろと1886年から請願を続けるも、技術と財政を渋って放水路の着工まで31年かかり、着工後の世界大戦と関東大震災で予算が削られ、放水路が完成を見るのは請願が出てから実に52年。親子3代間にセックス挟むこと N 回の事業なだけあって、秋田が大都市になる礎と言っても過言じゃない気がします。と言ってると日本海が見えてきました。夕日が沈み切った海は、誰が何をどう見ても稲穂がまとっているオレンジ色ではないのですが、ディープな色合いの日本海もそれはそれでオツなものです。何、ゆかりさんは海を見るとともすれば適当に褒める八方美人だろって。美人と称される人なんて大抵八方美人なんですから気にしない。もっとも秋田美人は秋田の芸者の多彩さ、知識もひっくるめてつけられたあだ名なので、そういう方こそ喫水の美人とでも言うべきかもしれません。しかし表層的な美しか見ないのが人間の差です。哀れと言っているうちに、秋田一でかい町、由利本荘市の中心部、宇後本荘。先ほどまでは海岸沿いを縫っていた羽越線ですが、この辺りだけ青い線で描いたような内陸部を通りますが、予定線ではざっくりオレンジ色のルート海岸沿いを通るはずでした。それで2つの計画がバチバチにやり合ったと言います。実際どっちも言い分自体は納得できました。言い分だ、言い分。海岸ルートを押す人は 3.2 キロメートルほど短いトンネル不要、港と接続しやすいとかいろいろ言いました。あと内陸ルート、良い田んぼが潰れるんですけどみたいな、面目まで丸潰れになることを貫げたのです。特にこの田んぼぶっ潰し問題は海岸ルート派にとって強力な武器になりました。しかし内陸ルートにも正しい根拠を言えるだけの度胸はありました。ただでさえ海岸沿いの市街地がクソ狭いのに、駅を海近くに置いてさらに狭くすんのアホちゃうけという意見と、港なんてねオワコンなんですよみたいな、まとめサイトのタイトルみたいなことを言い放ち、内陸ルートを押す人もいたのでした。もっとも陸上交通が主流となって物が集まる拠点も内陸寄りになってきたからね。あと秋田県をガニ歩きして横手まで行く王将鉄道の計画も別にあって、少しでも駅を東に寄せておいた方がお互いぬくぬく接続しやすいよねって理由もあったのです。まあ
その王将鉄道、完成はしなかったけど、というふうにお互い譲らずいがみ合っても、鶴の一声は強力なもので、鉄道院の総裁が内陸ルートチャイと決めたが最後、ルート論争はバタリとやんだと言います。というふうに計画こそ決まったとはいえ、工事がサクサク進むとは限らないのでした。というわけで、ここからは、羽越本線が敷設されるまでの歴史を語りますね。せっかく何映してるかわかんなくなってきたし。まずは、どうせ暗くて車窓わかんないのをいいことに、画面の右半分を占有する地図を貼り付けたので、新津から秋田を結ぶ羽越線が通る地名と、敷設に馴染み深い地名を入れておきます。にしても、めちゃくちゃ新潟に偏ってるね。高島屋のケーキのごとく偏ってますが、まあ、それは気にしないことにして、まず、北越鉄道っていう会社がありまして、柴田線っていう、新津から柴田の支線を敷くことを考えていたのです。あ、北越鉄道ってのは、新越線の直越から新潟を敷いた鉄道会社です。新越線敷くぞと意気込んだ時に政府から、はいはいワロスワロスと煽られた会社ですね。で、実際に新越線を敷き切ったので、いざ柴田線、と行きたかったんですが、金ねんだわ。いやだってまず新越線の稼ぎが悪かったし、それ以前に財界自体も強行気味だったし、勝ち目のない路線を敷設しようったって、ない袖は触れないので、進捗なし。その一方、新潟駅から海岸沿いを駆け抜けて鶴岡まで向かう、越通鉄道会社の動きもありました。が、日清戦争後の不況で、刀折れや尽きるざな、結局立ち消えになりました。その後、秋田と柴田を結び、さらに、新潟にも線路を伸ばす、羽越鉄道を敷けという運動も起こりました。運動で終わったから、進捗とかないです。と、ここまではどれも、1890年代後半の動きでしたが、成果はマジでゼロでした。20世紀に入って、ようやく眠れる獅子のごとく、北越鉄道の柴田、新津の敷設許可が下りたのですが、特に何も着工されませんでした。眠れる獅子っていうのは結局いつまでも眠ったまんまの獅子ですのね。さて列車は木坂田に到着。ちょっと難読。かつては八十八潟つくも島なる絶景で名を知らしめた地で、旅行系文豪なる鉄道系 YouTuber から一番近くて一番遠い存在みたいな松尾芭蕉が奥の細道にもなんかしたためた地ですが、1804年の地震で地面が隆起して海を売りにした景勝がほとんど陸地になったそうです。そうした継承がスポイルされる大事件こそ起これども、現在では国の天然記念物に認定。たとえ外見が三月期の李朝氏のようにガラリと変わっても、生い立ちは変わらない。つくも島という島要素の消えた陸地で、海の残りがを尊ぶのも一興なのでしょう。でも車内からだと残りがも何も描けねえから、絵でも描くか。描けた。次回が、車内から何も見えねえ問題、紀勢本線でも経験してるんですよね。すべてこんな時間に撮影に駆け出してる私が悪いのに、一方的に車窓の暗さにブーたれているあたり、私って学習しないのかもしれません。助けてください。飲んだくれみたいな地すらしておきながら、坂の田んぼ、砂の干潟みたいな、堅実な由来を持つ坂田の町に到着。6時を回って通勤特急じみてきたのか、結構な数のお客さんが乗り込んできました。そのままの勢いで、サミダレを主食としている日本三大急流、最上川を渡ります。芭蕉がその句を読んだのは上流、山形県の大石田だと言いますが、それはともかく、少し重めの話をします。この近辺では、2005年、突風で特急列車が転覆する事故がありました。風速計の少なさ、位置や、気象警報の無視が原因とされていて、死者が5人、負傷者が33人も出た事故がゆえ、再発防止の対策は入念に行われているそう。例えば、事故直後からは、運休の風速基準を厳しめにしたり、防風柵の設置に取り組んだり、2017年頃からは、レーダーで突風の予測を始めて、場合によっては列車を止めるというシステムを導入しています。羽越線がよく止まるというのは、一人歩きした語り草になってしまっていますが、石橋が崩れてからでは遅いので、念入りに叩くべし、それこそ、豪雪突風地帯を走る羽越線の安全管理なのです。そういうこと言ってもなお、すぐ止まると文句を垂れる人もいるんだろうな。そういう人は、同情とか理論立てとか以前に、ありがたい説教をのたまって、留飲を避けるのが目的だから、黙ってスルーしよう。嵐はスルーというのは、2チャンネル時代からの金貨玉状ですし、あの作品のコラ画像、なんで一時期流行ったんだろう。鶴岡、かつての庄内藩の中心地です。江戸末期には三方領地替えといって、庄内、長岡、川越の3つの領地を入れ替えようと幕府が企んだことがありました。目的自体は、相模沿いの国防という重大任務を任されている川越藩を潤わせようと、そこそこ羽振りがいい庄内藩エリアを川越藩のドンに任せようとしたというもの。なんですが、めちゃくちゃ反対を食らったこともあり挫折。幕府そのものの権力もガタついたようです。自己防衛、国なんか当てにしちゃダメといった気質を、江戸時代にして感じるものです。っていうのは大学受験に出るネタなので、共通テストを間近に控えた受験生は頑張れ。あと、こんなろくでもない動画なんか見てる暇があったら勉強しろ。川江ゆずきゆかりが見たかったら、ピクシブにでも行け。そういえば秋田で弁当買ってたんですよ。実に新青森ぶりの小腹満たし、って言いたかったんだけどごめん。秋田で蕎麦食ったから、食事感覚がバグり散らかしてます。でもツイッターのインプレ稼ぎユーザーの投稿感覚ほどバグり散らかしてはないから、許容範囲かしら。尽きることがない電子の海での自己顕示欲の飽食よりかは、よっぽどマシでしょう。リアル飽食の方が、弁当に話を戻して、
釣り吉三平の作者、矢口孝雄さんは秋田県の漫画家。今に名を残す漫画のエッセンスがふんだんに盛り込まれたお弁当でしょう。緊急事態です。箸が入ってません。普通にくくりつけられてました。緊急事態なのは私の頭の方でした。実際に食べてみるとこれがとにかく香ばしい。焼きたてじゃないと出ないような鮭の皮の風味がとても豊かに香ります。豪勢に盛り付けられたイクラも香ばしいです。差し進め、秋田の駅弁版親子丼といったところ。値段で評価するのは野暮な気もしますが、1250円は相当お得。みんなも買って食おう。ちなみに捨て間の意図はありません。でも都合の良い情報ばかり集めてありもしない言いがかりをつけたがるのが人の心理なので、私のこのレビューも鬼の首を取ったような顔つきで言いくるめられて捨て間扱いされるのかもしれません。確証バイアスのなんと憎いこと。渥美温泉に到着。温泉街として整えられたのは庄内藩のお手柄です。あの松尾芭蕉をはじめ、なぜかレターパックと結びついている与謝野晶子も訪れた文豪憩いの場です。ここまで激うま弁当とダミンをむさぼっていましたが、そろそろ羽越線の敷設ストーリーに戻ります。内容を忘れた方も大丈夫です。北越鉄道がぐずついたり運動が無視されたりしたせいで、どうせまだ着工してないので、鉄道国有法で北越鉄道ともども信越線が国有化された後、羽越エリアの線路の命運はお国が握っていました。地元からの熱烈な運動が今度こそ功を奏して、まずは1912年柴田から新津が開業。新津付近の阿賀野川に架かる鉄系橋には手を焼きましたが、まずは羽越線の第1号ができたのでした。手っていうのはこまねくよりも焼いた方がいろんな意味で美味しいってわけで、何言ってんだろ。とにかく美味しい展開は続きます。続けて羽越線のうち村上までを鉄道敷設法の第1期線として着工。経営的には衆議院から柴田、鶴岡、酒田、秋田を結ぶ路線の案が出てきて、羽越には農林産業も鉱山もてんこ盛り。でも交通の便がない。早吉家という名実ともにブルーオーシャンだという還元にそそのかされたのが始まりでした。まだ羽越の越までしか計画が進んでいないのはご愛嬌。とにかく柴田線の工事完了と同じ年、同じ月、1912年の9月から村上まで工事が進んだのでした。村上線と呼ばれたこの区間は途中で洪水にこそ見舞われましたが、1914年には無事開通しました。村上線ありがとう。しかし肝心の村上以北は、村上線の着工を決めた段階ではまだ何も決まってませんでした。そこで山形県出身の衆議院議員が働きかけたり、地域住民が貴族院に旗を振ったりして、1915年からだいたい11年かけて羽越北中南線に分けて敷くことが決まりました。北中南の割り振られ方はおおむね県の割り振りと同じです。例えば山形は主に中線、厳密には陸羽西線の酒田余目間がすでに開通していたので、そこだけは工事しなくてもよかったんですが、例によって世界大戦による資材不足とか、折り渡りトンネルになる膨張性の泥岩とかに悩まされましたが、1924年についに完成し、秋田から新津までの日本海縦貫線の一端が完成したのでした。よかったね。ギャー、お電気消えた。畜生、お祝いムードを台無しにしやがった。お前はいつもそうだ。っていうのは致し方なくて、電気の交流と直流が切り替わる硬直セクションがこの区間に存在しまして、その電気が流れない架線の部分を電気方式の変更がてら通過しているからです。乱暴な言い方をすると、シコシコタイムとお仕事タイムの間に挟まる賢者モードみたいなものです。ちなみに特急列車の E6 号3系は交流直流どっちも行ける口ですが、需要の少ない県境越えの普通列車にまで硬直流電車をぶち込むのは足が出るからか、 GVE400 とかいう新潟エリアを席巻する機動車に任せることにしてます。なんで村上、しっこ、なんで村上から真島の間で交流直流を切り替えるのかと言われても、トンネルとかの工事コストと需要としか言いようがないんですが、とにかくここからは直流はびこる新潟エリアに突入です。トイレの中でそんなこと宣言しても実感湧かないよね。そうだよね。柴田です。ここから羽越線を離れて白新線へとさっと滑り込みます。せっかくなのでこの後の予定を語ります。こっからは直江津、糸魚川と新潟県を西に抜けます。で、なるべくまっすぐ越えようとすると、吉田経由と新津経由の2パターンがあるんですよ。本来なら新津経由の方が 0.3km 短いんですが、どうしても 2024.0km に調整できなかったので、団長の思いで吉田経由のルートを取ることにします。まあ別に最短経路なんて義務じゃないですし、そもそもこんな思いつきのクソ旅行自体義務でも何でもないだろう。何はともあれ白新線、柴田と新潟を結ぶ路線ですが、名前の由来は何でしょう。そもそも白のつく駅名が路線内にありません。それもそのはずこの路線、もともとは越後線の終点にして新潟駅のすぐ西側、白山と柴田を結ぶ予定だったのです。実際その計画は叶ったのですが、線路を敷いてわずか数年で新潟と白山の間が越後線に入れられてしまいました。新進気鋭の白新線もその実態は新進線へとなどと言っているうちに、 30km もない白新線を走り切りまして、足しげく通い詰めている新潟に到着。早いところ降りましょうね。かえっかつっか、わったし、困ってっている。待って、何これ。
念のため車掌さんに届けたところ、中身はただの放置ゴミでした。去年11月だって、駅弁のゴミで東海道新幹線止まったでしょうが、米には88人の神々が宿るなんて聞いた気がしますが、米の代名詞こと新潟に降り立つ人間がこれでは、任天堂法務部の目を盗んで、行動で勝手にマリオカートを始めるくらいご法度なんじゃないかしら。さて、2日目の旅を締めくくるのは越後線。新潟駅から20から30分圏内にある駅は、お調べて毎時3本ほど走っていて、サクッと乗れるのが嬉しいところです。うちの駅も、だいたい新潟駅から30分以内、今日の目的地の寺尾も、そこまでの途中にあります。帰って超踊るメイドインマリをやりたい。文化祭のマリンバ、超踊るの公式ホームページでも見て気を紛らせときます。20時41分、新潟駅を出発。次の駅は、あの白新線から鞍替えして越後線に突き上がった、白山です。なんですが来年春、新潟駅からだいたい 1.5km のところに、上所駅なる新駅が置かれる予定だとか、新潟の JR 線が、越後線が、地域に根差した交通になっていくのには、感慨深いものがあります。そして、この区間の礎を築いたのは、そう、白新線ですね。ってことで、白新線の手柄ってことになりませんかね。なんない、あっそ、新潟、吉田、柏崎を結ぶ越後線も、軽く語っておきましょう。すんごい雑な言い方をすると、慈悲の路線です。事の発端は1912年、越後鉄道という私鉄が立ち上がったのが始まりでした。何でも、新越線からはぶられた海沿いの集落を救いたい、という、ある地主の野心がきっかけだったのです。不設理由なんてそれだけです。利益がどうとか物産が何だとかは、アウトオブ眼中、ひたむきに救済一択でした。これこそ男気ってやつですね。憎いなぁ。あってもついでには男気とかいう単語ですら、上げ足を取って騒ぎそうなので、ここいらで、義教心とでも言い換えておく。とにかく、白山駅と柏崎駅をつなげて、湾岸に近めなエリアを救おうと工事を始めたのでした。ちなみに、国鉄が運営していた新潟駅とはつなげませんでした。着工時点で、白山駅を0マイル地点にしますねーって言ってる時点で、新潟駅への延伸は考えてなかったと思います。そこからは、約 80km あることなど忘れさせるほどのスピード工事。工事は、1912年8月に始まったのですが、なんと8ヶ月で開通までこぎつけたのでした。そこから、もろもろの延伸、国鉄による買収へとつながっていくのですが、それは3日目にお預けってことで。まとめると、新越線に寸止めされて泣いたけてる、越後の海近辺を開発したくって、激しく線路を突っ込んばっこんして、城まで行っちゃったってわけですね。越後線も潤ってることですし、路線も今日のお話も、お後がよろしいようで。あのね、雄弁は銀、沈黙は金ってことわざ、あるじゃないですか。もしそこに、なべりは〇〇ってフレーズを入れるとしたらさ、丸の部分に何入れますか。私は、喜んで青銅を入れたく存じます。弥生時代、青銅でこしらえた銅鐸に祈りを捧げたように、腹を割って話せるほど親しい人の身の上話には、祈りだって捧げられるのです。一方で銅鉾のように、他の人を傷つけることさえある。しかし全ての道がローマに通ずるように、全ての話は、なべりに通ずるのであって、我々もダベリというものを甘んじて受け入れない越後線を続けて乗り通しましょう。おなじみ E12 休憩で、まずは吉田まで。5時19分、寺尾を出発。次は新潟大学前。さて、80万都市を抱える越後平野。厳しいこと言いますとかいう、自己顕示ほっと銭と名声に飢えた SNS にはびこる自称インフルエンサーの歌い文句を口からこぼして申し訳ないですが。この辺り一帯は、太古の昔は海でした。で、その後砂丘が形作られた地域でした。で、さらに、その砂丘に、土砂がバコバコ溜まっていって、やっとこさ陸地と言えるほどになりました。ですがあくまで、陸地かっこ陸地とは言ってない、ってレベルで、土地も暮らしも底なしには、砂丘が生み出した川と沼のせいで、水はけも壊滅的。水田地帯が効いて呆れるほどでした。あと、普通に洪水も撒き散らしてた。オタクのマジレス逆張り原画クリップ並みの華麗な撒き散らし方だった。そういう背景があったので、江戸時代から、分水路や堤防工事を積み重ね、越後平野は日本随一の米どころにまでのし上がったのでした。とはいえ、越後線沿線も、随分開発が進んだもので、少なくとも、うちの西ヶ丘駅までは、田んぼがほぼない住宅地です。手分けでうちのを出ました。ここから毎時一本の修練場。次の停車駅は、2005年にできた駅、うちの西ヶ丘駅です。さっき触れたような砂丘が広がっている地域と、他のニュータウン感を踏まえてついた名前とのこと。21世紀の受け売り勝手くらい、随分刻ったらしい駅名ですが、何はともあれ、希望にあふれた駅名なのは確かです。裏日本の人は鬼のように広いので、北吉田まではずっと新潟市に幽閉されていました。うちの西ヶ丘から北吉田まで乗り潰した20分を無慈悲にカットすれば、いよいよ終点の吉田です。各営がどうだのと、悪名が一人歩きしている燕三条とか、紀元前からの歴史を有する弥彦神社とかにつながる、弥彦線との乗り換え駅。その弥彦線も、越後鉄道が敷いたものでした。弥彦神社への参拝路線というのはもちろんのこと、弥彦で取れる石材搬出にも、一役買いました。でも原動力は多分飽くなき挑戦だと思います。ちなみに先に開通したのは、弥彦方面で1916年、東三条方面はその5年後の開通でした。
1980年代までは越後中沢駅っていう東三条から南西に 8km 先のところまで線路が伸びていたのですが、越後鉄道自体はそれに飽き足らず福島の会津エリアを飛び越えて日光まで向かう計画すらあったらしいです。今でいう畳線足す会津鉄道足す野岩鉄道足す東武鬼怒川線ですよ。正気だと思いますか？それでも義侠神の本当の姿って突き抜けた夢物語にうぬぼれることなんですか？そんなこと言ってる場合じゃねえわ。柏崎行きへの乗り換え時間1分だから早く乗り継がないと。5時54分、吉田を出発。ここから出雲崎、刈羽などを経由し、柏崎へと向かいます。いざ行け、1日10往復未満の修練場。さて、まるで雲の糸でも垂らすかのように、海岸沿いの救済として敷かれた越後線。なんですが、全く海は見えません。ジラジプレイのかけらすらもありません。しかし、海岸沿いの地域連携を重視する地元からの働きかけは確かにありました。それに運よと答えられなかった理由は、海岸線特有の事情が2つ、収益源の問題が1つ。まず第一に工事費、内陸寄りの方が安い。次に安全運転。もし、冬場や台風シーズンに強風が吹きつけようものなら、風に煽られた円盤が直撃して死したアポロンの友人ヒュアキントスのように、風に煽られ線路も悪化し、事故を招いて人命が危うくなります。ヒュアキントスは流血から花が生まれましたが、凄惨な鉄道事故で話に花が咲くことなどないのです。それから最後の理由、金勘定。越後鉄道はいくら地域救済とは言っても一企業ですから、儲けがないとやっていけません。でその儲けを、弥彦神社の参拝客、冒頭自分水路の工事にあてがう資材の運搬、西山の石油から絞り出そうとしたのです。弥彦神社は山の手前、分水路工事は資産運搬の難易度下流すぎる問題、油田は身内にあると考えると、内陸ルートこそ妥当にして最適解。海岸沿いルートはあまりに突飛でした。平野レミの手料理くらい突飛でした。ってわけで、水槽海を見ないまま柏崎へ、実に1時間を超えるそこそこの長旅でした。ただでさえここまでハイペースで進んできた気がしますが、編集が大変なのと、どうせ今まで乗ってきた区間が続くから、あ、やべ、ミスった。世話したい現代を生きる皆様の時間地上に寄り添って、ここからしばらくはさらにハイペースで行きます。よっしゃ。誰それに寄り添ってサイズ小さくしましたみたいな食品業界の上等手段のようなことをやって、なんとかはぐらかすことができたぞ。一安心。これから食べるおにぎりと、これから切ってもらうコーヒーと、これから飲む特急券を買って、7時24分発の直江津行きを踏み荒らしに向かいます。金沢行きねえ。実際は石川県の金沢どころか、お隣富山県に直通する列車すら消滅したのですが、そこは信越線と北陸線の矜持といいますか、あるいは新幹線に対するやっかみとでも言いましょうか。一般旅人ごときには言い表せない路線のなけなしの一長らとでも言いましょうか。えも言われぬってこういうことかしら。そうした思いを巡らせながら、信越線の E129 系に乗り込みますなどと、仮初めのロマンにうっとりしてますが、今口の中にはおにぎりがみちみちに詰まってます。これではロマンも何もない、ただの滑稽画です。マスクしてるからまだ良かったけど、もししてなかったら、それこそ信越線にピエロ見参とでも言わんばかりの、文字通りの赤っ恥を書いていたと考えると、顔がぞっと青くなります。米山山美なる北国街道の難所に佇む、海にとんでもなく近い駅、大見川駅に到着。反対側には、国道8号が誇る真っ赤な架け橋、米山大橋が手を広げている。のですが、みんな海にぞっこんで、誰一人として山側にカメラを向けていません。青い海に飛見する青い鳥ならぬ赤い橋は、すぐ後ろにあるというのに、まあ私も人のことは言えないけど、直江津に到着。騎乗区間はこのくらいのペースで行きます。乗り継ぎ先は会津です。1分しかないのでさっさと乗り換えちゃおう。半ば飛び込むように、越後ときめき鉄道、日本海翡翠ラインの止まり行きに乗車。すると藪から棒に、同じ車両にいた外国人の方に話しかけられたんですよ。これ妙高？とおっしゃって、スマホの乗り換え案内画面を見せてくれたんです。すると、画面に映った妙高高原の文字、妙高羽馬ラインのラインカラーが見えたので、とっさに、あ、違いますとアドバイスしたら、外国人の方は急いで降りて行きました。乗り間違い、防げてたらいいな。これこそ一世一代のコミュ強判断。でもこれがマジで一世一代だったら、私ってしょぼいな。何、お前が松代だから問題ないっつった。おお、そうだな。同じ松代同士頑張っていこうな。さてここからは北陸山脊。かつては奥羽本線とセットで予算が組まれ、時を経て伏線電化のご立派な路線にまで成長しましたが、この区間も高直流電車に大枚はたくのを惜しんで、村上近辺の奥羽本線の普通列車と同じく、いたいけない1両の気動車が使われています。その名も ET122 型。なんか指とか合わせてそうな形式名です。ただの気動車と侮るなかれ。こいつのベース車両は、紀新線のキハ122。同路線の高速化事業の一端で入れられた車両なので、性能に関しては申し分なく、マックス時速 100km 出せます。ご自慢のエンジンうならせて、国鉄初の三線トンネルこと吹雪トンネルに突撃し、300段近いトンネルで地上と隔てられた地底人気分を味わえる地追刺激を出まして、あっという間に糸井川。ここまでのお相手は、越後ときめき鉄道日本海翡翠ラインでした。エロチンコバキバキ鉄道、2トン大社制圧品。
会社が分断されている在来線3席よりズバッとつながる新幹線の方が距離を稼げるので、ここからは新幹線に乗り込みます。レルヒさんバイバイ。レルヒさんペニバイ。直江津から糸魚川の分は生産してもらいました。で、今改札外で新幹線を待ってます。暇だし、駅構内のキハ52待合室で動画編集してたら、この隙間からマウス落としました。私、あまりにも害悪すぎる。あわよくば罪も清算してもらいたい。頑張ろう。糸魚川という横断幕が、よりによって糸魚川から脱出する交通機関の玄関口によそよそしく掲げられてました。あるいは、他人行儀というのは、社交辞令の最終形態なのかもしれません。次、北陸新幹線、白鷹553号、金沢行き。ここからは、糸魚川からの乗車券と、金沢までの新幹線切符とかを片手に、ひたすら西を目指します。本当は、稚内から目的地まで1枚の乗車券を発行してもらうこともできたんですが、何回も乗り継ぎを挟む切符の発行には、時間がかかっちゃうんですよ。そうやってチキっているうちに、ニッチもサッチも行かなくなって、乗車券2枚発行という形になりました。緑の窓口の係員さんには、お手数をおかけしました。申し訳ねえ。とにかく、これから乗り込む車両は E7 系。7という文字を矢尻で表現したシンボルマークが活かします。混んでる。そういや今日連休初日じゃん。ぷっぱーぱぱぱくー。取れ高ハンターという寒しい昇魂にうつつを抜かし、黒部うなずき温泉で窓際の席が開くが早いか、胃の一番に座席に着くやいなや、すぐさままたもや罪人の意識が脳を駆け巡りました。もし、こうして見栄えよく動画を出しても、考える足としては確実に落第点で、ちぎれてくすんでボロボロに錆びたネックレスを高々掲げるかのようで、いくら金字塔を打ち立てた気になっても、ハイドンの贋作にも及ばない、という調子で、なんか乗ってる最中、ずっとメンヘラになってました。この北陸新幹線、言わずもがなのような気がしますが、1970年の全国新幹線鉄道整備法がベース。東海道新幹線の成功を踏み台に計画されたのですが、ことはそう簡単には運びませんでした。というのも、5路線計画してみたところ、建設費用は実に5兆円。それだけでも裸足で逃げる要素まみれだというのに、計画3年後、約10年後にはオイルショックのお出まし。ですから、1982年にはさすがに裸足で逃げまどい、せっかくの計画をカチンコチン凍らせたのでした。ですが、政府と与党がタッグを組んで、財源とかをなんとかする委員会を立てて、平成に入る頃に、ようやっと、整備新幹線の建設を進めたのでした。それから、時を経ること35年、東京と富山、金沢が、一本の新幹線で結ばれ、来年には、福井県南の敦賀まで、夢の超特急が、足を伸ばしにやってきます。でも2015年から2024年までは、とりあえず金沢でキビスを返しています。というわけで、芋を沢で洗ったら、貯金が出てきた、とかいう、キテレツな地名の由来を持つ金沢に到着。ひっきりなしに新幹線が飛び交い、芋を洗うかのような混雑で、砂金どころか現金がバコバコ落ちるこのホーム。そんなのんきなこと言ってる暇などないので、さっさと新幹線の改札を出ましょう。あと、これ以上メンヘラをこじらせるのもよろしくないから。次、特急サンダーバード20号、大阪行き。車両は、ロッパー HK をブラッシュアップしたロッパー3系かな。もう、それ外国の JR 北陸本線に乗ることはないだろうなって前提で、あの動画を作ってしまった手前、めちゃくちゃ分が悪いし、予想通り大混雑しています。どうしよう。11時24分、金沢を出発。で、このサンダーバード君は、知っての通り、大阪と北陸エリアとを結ぶ列車です。先輩列車は、4パード系などの雷鳥、スーパー雷鳥。そうです。また4パード系なるオンボロ特急が追い出されるという、紋切り形じみたシチュエーションです。かつてフランスも特権層の暴落を滅ぼさんと、ブルジョワチーら第三身分が革命を起こしたように、JR も、のさばる老舗車両に、イチャモンをつけては、4パード系という、バスティーユ牢獄を襲いたいお年頃だったのかもしれません。北陸本線の4パード系を置き換えた理由としては、スピードアップが主眼でした。というのも、4パード系をこき使ってきたスーパー雷鳥。北陸線内の最高時速は 120km そこそこでした。北陸トンネルの上り線だけでは 130km 出せたと言いますが、それではあまりにも限定的です。今川焼きをベイクのモチョチョと呼ぶ地域くらい限定的です。というのがあって、4パード系は若手車両で 130km も難なく行ける6パー 1系にとって代わられ、やがては6パー 3系にも駐輪されるようになり、2011年に北陸特急としての役目を終えました。4パード系というバスティーユは残りかすらも消えたようです。ところで、北陸線のスピードアップに関しては、何も車両だけ改善したのではありません。例えば、曲線区間だって、関東を調整したり、緩和曲線をぶっ込んだりしました。これが大掛かりで、その調整を行ったのは、曲線157個、計 45km だと言います。もちろん、分岐器も踏切も見直して、ほとんどの区間は120から130キロで通過できるようにしました。と、かなりマジなスピードアップを図ってきた北陸エリア。山積後の増便、快速、スピードアップのダイヤ改正も、特急街道の実績に裏打ちされたからこそでしょう。18切符で乗れないのが当たり前として、旅はバスの処遇は気になりますが、
月1回も乗らない筋金入りの臨食かな外野より週1回乗る地元利用者の方が尊重されるべきなので、この話はここいらで。福井にたどり着いたところでやっとこさ座ることができました。江戸時代は北の庄とかいう名前を轟かせるエリアでしたが、北っていう字、敗北の北っぽくねとかいう、どうかしてる被害妄想に駆られて、とりあえず福井だの福井だのという地名になったとか言います。別に災いが来てるわけでもないのに、災い転じて福となすを地で行く地域、スピリチュアルな何かにおじけづいているようで、いとけない雰囲気を感じるものですと言っていると、本当にいとけないムードを醸し出している2両編成が佇む福井鉄道福部線と乗り換えられそうな駅、武生駅を出ました。走行するうちにマニュアルが正しいとは限らないことを事故をもって知らしめた全長 14km 近い北陸トンネルに突撃。トンネル内では au 竹電波が通じているのですが、それ以外の民は県外エリアに幽閉されます。au だけ通じるのはトンネルの保守作業にいるからとのことです。ヒエラルキーっていうのはこうやって意図しないところから生み出されるものなんですかねって言ってたら、北陸トンネルを抜けてエッジ全国最南端の敦賀が近づいてきましたと、この辺りでサンダーバードの背中から降ります。ここから姫路方面に抜ける時間的な最短ルートはサンダーバードを乗り通して京都大阪まで行くルートなんですが、それだと距離的な最短ルートよりも 5km ほど長くなります。だから少しでも距離を伸ばそうと、まるで料理の生地のつなぎをこれでもかと練り込むように、あの手この手で日本海沿いをのたくるルートにしがみついて愚直に西尾場目指します。ってわけでサンダーバードとはお別れ。今度こそこの区間は乗り納めかな。おい貴様が生意気にも暇を潰そう。ってわけで改札外へ。やはり敦賀の街は北陸新幹線を待ち望む機運が監視としています。やっぱ新幹線だったんじゃないすかねみたいな構図で撮られた車両がそれを物語ってます。そのムードは敦賀駅構内からもにじみ出るどころか、墨をつけた筆で白紙の上をなぞるようにありありと現れ、敦賀に差し込む白鷹の伝説に彩られた輝きを信じて、新幹線という一本の剣が抜かれる時を今か今かと待ちわびている様子です。作文が強引だね。そうだね、駅構内改札外に蕎麦屋があったので昼飯確保。おいしい。ネクスト、小浜線、東舞鶴行き。先ほどまで乗ってきた列車は、片手でも数えきれないほどの車両を引き連れて爆走していましたが、こいつはワンマンの2両編成、すこぶる華奢です。こいつの名前は125系。電化はしてやったけど、2両ぶっ込むのなど忌まわしいとでも思える換算区間のために、わざわざ1両単位で編成を組むことができるようにした、フレキシブルな車両です。しかし、じゃあ99個つなげれば99両編成、みたいなガキの浅知恵は通用せず、せいぜい5両つなげるのが限界で、首都圏フェースの足元にも及びません。まあ5両すらめったなことではつながない箱入り娘なんで、大都市と比較するだけ野暮なんですけど。ってわけで、13時18分、敦賀を出発。ここから、2時間の旅が始まります。で、この小浜線は、敦賀から若狭湾沿いをなぞって、小浜駅まで行った後、同じ京都という括りのはずなのに、ジャパンと津々浦々を回る気満々の観光客からは、けほども注目されない観光地、舞鶴とを結ぶ路線です。小浜線も、北陸本線とセットで計画されたのですが、地元民による計画は、それ以前からありまして、19世紀の時点で京都小浜間の不設の夢を描いていました。その夢のおごり高ぶりようはすごく、最初に描いた夢はなんと1871年のこと、敦賀小浜エリアと京都を結ぼうと考えたのです。新橋から横浜の開業が1872年でしたっけ。さすが和とおもてなしと腹黒と毒舌の町、京都人のおっしゃることは一味違いますね。で、何で鉄道敷設を狙ったかと言いますと、理由は単純。敦賀、小浜から日本海のものを直接京都に持ってくればめちゃくちゃ便利で、国も人も京都も売るんじゃんっていうのが鉄道敷設を考えた理由。それ以上でもそれ以下でもないですという調子だったので、計画はそれ以上進まなかったし、私もそうだね以上のことは言えそうにありません。さすがはとおもてなしと腹黒と毒舌の町、京都人の考えることは一味違いますね。とにかく厚物と無計画に懲りてナマスを吹いたのか、それから20年以上、小浜エリアに目立った動きはありませんでした。ちらっと動きが見えたのは1893年、小浜町長が小浜から京都に敷くことを考えたのです。さっき述べたのと同じルートとはいえ、今回はあれば便利だよねとかいう目の焦点が定まってない理屈ではありませんでした。だだこねて線路を欲しがった理由としては、まず敦賀に鉄道がやってきたこと、一見朗報のようですが、小浜エリアからしてみれば大打撃。なんたって江戸時代に京都と日本海を結ぶ主流は鯖街道、琵琶湖の西を通って小浜までやりつくルートでした。しかし鉄道がやってきたことで、気づけばメインストリームの座を敦賀に寝取られる、そうしたやっかみが第一でした。で、二つ目が京都鉄道という別の私鉄の出願。今度は京都北部の舞鶴に向けても京都と日本海を結ぶルートが開拓されようとしたのです。江戸時代から北舞線で栄えてきた小浜が、悪友の敦賀や新米の舞鶴に負けることなどプライドが許さなかったのです。
そして3つ目、鉄道敷設法、舞鶴、小浜、敦賀を結ぶ路線が第1期線に入れられたのも理由の一つ。こいつと私鉄路線とで連絡を取れば小浜を再興させることができると踏んだのです。という嫉妬と総国と社交心をかき混ぜて生まれたのが小浜エリアの鉄道計画でした。現状、なけなしのプライドを投げ打った博打でしかないんですけど、一体どう転ぶのでしょうか。あん、もう関節で敷いたって結論言ってたね。じゃあどう挫折するのでしょうか。若狭国の部分に突撃し、列車は清間駅の手前、三方五湖の近くを通っています。この若狭町、美浜町に位置する5つの湖をまとめて三方五湖って言うんですが、向こうに見えているあれはそのうち久節湖。湖と名乗っているくせに海とガチ恋距離なもんだから、めちゃくちゃ塩分濃度が高い汽水湖です。っていうか7割海水です。海岸線とは何か、湖とは何か、ただのクソでかい水たまりのくせに随分語りかけてくることが大行です。他にも見える湖はあります。あれは三方湖。すぐそばには小浜線をストーキングしてくる舞鶴若狭自動車道のパーキングエリアも鎮座しています。こいつは海の味を知らない処女で、唯一の淡水湖。叩き網漁なるこの湖ならではの伝統も存在します。ちなみに加具湖を除く他の3つの湖とつながっています。ここかっこ適当。一応塩分濃度や息づく動物とかに違いはあるらしいですが、東小浜駅を出ると瞬く間に小浜リア式海岸、寒流と暖流のぶつかる場所という鬼にかなぼうどころか鬼にレールガンとでも言わんばかりの最高の漁場だったもんで、飛鳥時代以来そこからくすねてきた食べ物を朝廷に餌付けしてきた歴史があります。だからかつては三穴国という崇高な名前が付けられたといいます。三穴国にみんな露骨に降りようとムズムズしだしたので、やっぱり観光パワーは途絶えてないんだな。それもあってか、京都、新大阪まで北陸新幹線が開通した暁には、この小浜にもやってくるっぽいし。ってわけで中間ポイント、小浜。なんとなく巨大駅の顔はしてますが、特にこの駅での本数の増減は大きくなく、全線10往復ちょいです。変わるとしたら雰囲気で、ここからはあの五湖とかいう海の岩石などじゃなく、小浜湾とかの海が完全に広がるようになります。その美しさは、海から生まれた美の神、アフロディーテのようで。でもアフロディーテって、海に捨てられたウラノスのチンコに集った泡から生まれたんだっけ。美の話をしたら、美に横槍を入れたみたいで申し訳が立たなくなってきたな。チンポのことは忘れて、福井県南エリアの鉄道敷設の話を再開しようね。ちょっと引け目を感じた小浜を救わんとすべく、小浜町長らが立ち上がり、ボットで狙った鉄道会社。最初は京都に固執してましたが、終点を大津に変え、社名も巾着鉄道ということにしました。船その計画は、まず小浜、大津を私鉄で敷いて、敦賀、舞鶴が官営で敷かれるのを待つ、といった具合でした。だから、巾着鉄道もまずは全裸体。できませんでした。何を言い出したかというと、あの第一期線として官営で敷く予定だった敦賀、舞鶴間でさえ、そろそろ線路を敷かないと死ぬ、などと供述して、私鉄が直々に計画に組み込んでやることにしたのです。犬でさえ、待てと言われたら、お行儀よく待つものを。それかパブロフの犬のように、鉄道のことを考えるだけで、不節欲が溢れてて仕方なかったのかしら。それから小浜鉄道に社名チェンジし、熊川から敦賀の不節を計画したライバル、若狭鉄道の吸収も出て、仮免許も得たし実測も済んだので、あとは着工するだけ。だったんですけど、そうは問屋が下ろさない。だって実測を終えたにもかかわらず、お金がなさすぎて、線路の図面を作れなかったのです。ああ、資金不足って恐ろしい。余震は希望に満ちた計画を練っても、ない袖なんて触れないのだから、かつてツルゲーネフが言ったような、ドン・キホーテじみた古代妄想で終わってしまう。世の中ね、顔かお金かなのよ、とは怪文にして金言ですが、顔が広いだけでお金がないと、いよいよ落ちぶれるだけなのだから、末恐ろしい。そのまま強行に突撃し、仮免の期限の延長も虚しく、小浜鉄道の夢は夢に消えました。強行が収まったら負けず嫌いのように出願するおつもりでしたが、ついに再出願されることはなく、そのまま国鉄の敷設へと話は移ります。と言いたいんですが、これもすぐにはことは運びませんでした。二の足を踏んだ理由の一つはルート設定。舞鶴、小浜のルートはほぼ確定だったんですが、小浜伊東のルートで揉めまして、愚直に海岸線をなぞり続けるか、一旦琵琶湖近くの大見今津に出て湖西線ルートを取るかが議論されたのです。大見今津から小浜のルートは小浜鉄道が練り上げた計画とも少し重なっていたので、若狭の内陸エリアからしてみれば2度目の枠手化案件だったんですが、長ったるくて工事もしんどいからか、結局日の目を見ることなく海岸ルートに決まりました。しかし4ヶ月かかったルート測量なんて序の口。世界大戦の勃発で物買うっていうレベルじゃねえ。物価高とか小浜線に時間を割いている暇がなくなったりとかで、行く行く年度の開業予定を5年ずらそうとしたそう。でも目の前に人参をぶら下げておけばうまくよいできるように、小浜の代議士が、おい、敦賀には兵があるし、舞鶴には軍港があるし、横浜が栄えたのは鉄道のおかげだから敷き上がると、縦板に水でいかにもなことを並べ、1918年には敦賀、小浜が、22年には東舞鶴まで全通しました。まあ工事自体もドカ雪や暴風雨の影響をもろに受けたらしく、お茶の子さいさいとはいかなかったそうですが、開業後の輸送実績自体は不振気味だったようですが、海水浴場へのアクセスとしての使われ方はすごく
舞鶴まで繋がる手前の1922年夏、延べ3万人もの海水浴客が来たといいます。そのうち8割が京都からやってきたというんで、避暑地としての威信はそれはすごいもの。それもあってか沿線には著作権に中指立てる AI 絵師のごとく海水浴場やビーチが乱立しています。それから時をすんごい経ること80年、オバマ戦のさらなる活性化を狙い2003年にはついに電化されました。電力会社3社から54億の寄付を受けた上で電化したという若干の太鼓持ちを感じますが、高浜町に原発があることを考えるとせめていい顔はしておきたかったのでしょう。ちなみにそこそこ飛ばしているように見えますが、関西線区なのをいいことに設備をケチって時速 85km 以上出せないようになってるので、 85km ものルートを2時間かける低たらくで大してかっ飛ばしません。さっきまで移してきた海沿いでもことごとく車に抜かされていたあたりお察しです。そんなこんなで京都府に突入して、いよいよ終点の東舞鶴、降りて観光でもしたいという誘惑が脳をかすめ続けているのですが、ここまで来たらメドゥーサの首を狩りに行くペルセウスのように愚直にゴールを目指すのみ。まるで車両が変わり映えしないですが、続けて舞鶴線の綾部駅に乗り込みます。15時22分、東舞鶴を出発。舞鶴軍港に至る鉄道を作り上がれと衆議院の中から声が上がったのが敷設のきっかけだった舞鶴線。1904年に福知山から綾部と合わせて開通したはいいんですが、ちょっと他の国鉄路線と離れていました。それに福知山、綾部、東舞鶴間なんて 50km もない路線です。長大路線でもないのに飛び地の面倒を見るのは煩わしい。だからこの区間は3年間だけ阪郭鉄道に貸し渡して営業を行っていたといいます。線路や鉄橋をこしらえたのは官営でも、最初に経営したのは民間会社。国鉄出資なのか民鉄出資なのか、ある意味でパラドックスに満ちた路線です。舞鶴線、まだ113系生き残ってたんだ。京都丹後鉄道宮前線との乗り換え駅、西舞鶴を出ます。向こうではかつて JR 東海ご自慢だったハイスペック特急キハ85が第二の人生に向けて準備中。丹波高地の夕日に照らされる旧 JR 東海の車両もまた趣を感じます。梅迫駅に到着。室町将軍初代のくせに覇気は3代に負けてるし、おしとやかさは8代に負けている将軍足利尊氏が生まれた安国寺の最寄り駅です。さあこさあこ松竹梅の梅レベルとなじられているみたいでなんか興奮しますね。さて京都府を縦断して舞鶴と京都を結ぶ特急舞鶴と行き違いをすれば、あっという間に綾部です。古代旗織部門で朝廷に尽くした渡来人綾部が地名の由来とか、さすがここまで来ると地名の成り立ちに重みを感じます。アメリカとかのハンバーガー並みの重みを感じます。確か次の列車が来るまで10分ほどあるはずなので、歴史の重みにちょっくらたゆたって、やばもう一回見直したら4分しかねえ。さあこさあこ脳みそ松竹梅の梅レベル。ってわけで15時57分ぴっかり山陰本線豊岡駅に乗車。ほんの十数分息を整えているうちに福知山の街並みが姿を現してきました。敵は本能寺にありとがめいたタイミングが人生のピークだった明智光秀ゆかりの地です。この地域やれ下克上だの戦乱だので息つく暇がなかったはずの安土桃山時代でさえ、はい松園堂戦国大名などおらんなどとスマホの横で黒電話でも回すかのような古ぼけにぼけた旧制度がのさばっているのでした。明智光秀はその丹波エリアの占領を狙い、1579年には平定を完遂。お城を建てて城下町の整備に使った土で堤防を作り、洪水対策もして福知山のアイドルとして確固たる地位を確立しました。ちなみにこの地を福知山と名付けたのは他でもない明智光秀。最後には服も地もなく農民に刺されるのが出世の関の山だった光秀の割にはかなり高慢で高尚な名付け方です。でこの駅からは丹後鉄道宮福線に加え福知山線が伸びていて、谷川から加古川線に乗り換えれば近いように見えますが、まだまだ最短狙います。このまま和田山まで山陰本線をかっ飛ばしますよ。京都丹後鉄道とイチャコラしながら福知山盆地を抜けていき、約のその昔は丹波漆の名を世に広めたどころか半ば丹波の代名詞だった町です。しかし漆が取れる木、後継者の不足などで苦境に立たされている状況です。1300年もの歴史を有する漆が消えかけている事実の怖さ。かつてデカルトが我思うゆえに我ありと言ったのは有名だけど、待遇は我あらざれば我思わずなのかしら。後継者が消えたらそうして一切の身代金も思案もできないままふつと消えていくことを思うと恐ろしい。あれこれわだかまりを抱えるうちにあっという間に和田山へ。いつしか動画の趣旨が 2024km 移動するってものから最短距離を求めるとかいうまどろっこしい幾何学の授業みたいな趣旨へとすげ替えられてる気がしますが、とにかくこちら兵庫県は朝来市和田山駅に到着です。いつもだったら疲れのあまり和田山のマンコ和田山マンコとか言い出している頃ですが、旅路を9割走り切った私にもう怖いものはありません。この文脈で怖いものないって言ったら下ネタ保留モンスターとみなされるな。今のなし。あちらに見えるレンガ造りのインカ文明のレオパレスみたいな建造物は明治期に建てられた和田山機関庫。今年で112歳です。機関庫としての役目を終えた後は倉庫としても使われたみたいですが、
今は放置プレイをかまされて口放題の終端は、その和田山駅に威勢よく1両編成の列車がカタコトと線路を鳴らしてやってきました。というわけで万端線のキハ40を寺前まで乗りに行きます。実に北海道の森駅で見て以来のキハ40。開口ってこういうことを言うのかな。うんこ。 JR 西日本といえば車両をテセウスの船通ってくらい魔改造してボンボロ列車を擦り切れるまで使うことに定評がありますが、なんかそこまで改造されてませんね。様式にするくらいはやりそうだと思ったんだけど、あ、万端線のお仲間キハ41とかいう両運転台魔改造車ではトイレが運転席の横にあるという狂気物件がまかり通っているらしいです。さすが JR 西、格が違うぜ。17時1分、和田山を出発。ここから播磨国の入り口、寺前までは6駅です。新幹線や特急やそこそこニューフェイスの電車どもを乗り継いできた私をたしなめるような寝起きとでも見まがうかのような加速でいざ南へ。体質改善工事は行ったらしいですが、一発目の停車駅は竹田、雲海で有名な竹田城跡の最寄りです。沿線を流れる丸山川と織りなす雲海の雄大さ、日本のマチュピチュとも称されるほど。なお竹田城を築き上げたのは応仁の乱で西軍のリーダー格だった山名宗全。京都を焼け野原にする戦乱に加担しておきながら、城に対してマチュピチュタノという美辞令句を投げかけられるとは、とことん人間万事作用が馬です。古剣って案外どうとでも塗り替えられるのかもしれません。外が暗くなってきたので絵を描こう。本動画はイラスト3本立てです。列車は生野駅を発車。1200年前から銀が取れ、江戸時代には幕府直轄となった生野銀山の最寄り。明治時代に入ってからも30年近く政府直轄の鉱山として活躍を続けました。大変残念ながらこのタイミングで絵が描けてしまいました。 JR 東日本、 JR 東海からはすでに消えていて、北海道、四国からも直に消えるというキハ40。しかし西日本では引退の素振りすら見せません。晩年車両を使う準備が万端のようで、今後はなりふり構わずバイオディーゼル燃料を注ぎ込み、キハ40を散々使い倒すようです。ま、秘伝各館にあれこれ飛ばすのも野暮なので、寺前以南の車両に期待しておきましょうか。ところで、晩年車両とは言いましたが、近年はこの万端線自体もやや晩年に近いです。何せよここ、輸送密度が1日2000人を切っている赤字路線で、100円稼ぐのに350円ほどかかっている様子。通る位置的に仕方ないものもありますが、そもそも万端線、もともとの敷設理由は旅客関係ない部分でした。何が狙いだったかというと、他でもない生野銀山。生野銀山で採れた物資を鹿間港、今でいう姫路港まで持っていくのが目的でした。行くのに行くの。最初は鹿間馬車鉄道って名前になる予定でしたが、やっぱ馬より蒸気機関の方がいいと、という、名実ともに馬が合わないことを言い出して、蒸気機関に鞍替えし、社名も万端鉄道になりました。なんでそんな記者へ浮気したかの理由は、本動画何度目の出演かわからない鉄道敷設法、山陽及び山陰連絡線として姫路と鳥取とを結ぶ線路が計画されていたからでした。実際線路を引くのまで行くのしてテクノブレイクはもったいないと踏んでた。木の先温泉のあたり津山港までの敷設を嘘吹いたと言います。でも慌てなさんだってことで、まずは1894年姫路から寺前を開通させました。 30km 程度の路線とはいえ、その工事期間はわずか半年。第一目標の鹿間から生野まで線路をつなげたのは、その翌年、1895年のことでした。しかし、生野まで開通させてからは、経営不振でくすぶってました。そのまま和田山まで開通させちゃうねえ、というつもりだった万端鉄道ですが、資金がね、やへって顔をして、何度も路線延長の仮免許を返す始末で、結局、8km 離れているとはいえほんの一駅先、新手力尽き、山陽鉄道に事業を明け渡しました。というか新規開業したその区間自体、勾配が 25% 見ると、だいぶきついものだったので、これ以上立間国に歩を進めようなんぞ、小学1年生が使う算数ブロックで、微分積分に立ち向かうようなもので、和田山までの開通は、懐が温かめな山陽鉄道が、1906年に敷くことで全通、となったのでした。と言っているうちに、あっという間に寺前に到着です。兵庫県のど真ん中に位置し、1000メートル級の山々に囲まれて、森林業で栄えてきた上川町の中心駅です。ここまでの秘伝各館のお相手はオンボロキハ40でしたが、ここからは待望の伝各館。そのお相手はなんと、103系です。レジェンド国鉄車同士の乗り換え、無論転用できた車両なんですが、例によって魔改造もの。車体の構造は、中間車の前面部分だけ切り取って、運転席ドアをつけた後、前面に先頭部を溶接して、最後に運転席付近に機器をもろもろ置けば完成。平たく言うと、中間車を先頭車に改造し、すごく無理やりワンマン化させた車両です。いろいろ言いましたが、混合力士層のあうんのごとく、二形式が堂々と佇む様は、まさに壮観。車体の色はダークレッド。都会に対しても大自然に対しても映える色、とのこと。よく言えばどっちにもつける色、悪く言えばどっちつかずの色です。この車体も40歳を超え、いよいよアラフィフのはずなのですが、論語で言うところの40にしてまとわずからは少々離れているようです。車内はもちろんロングシート。内装はブラウンでまとめ、モケットはブルーの落ち着いた色合い。そのデザイン、223系にも通じるものがあるという代物らしいです。
この後に及んで103系と223系を重ねるあたりがおこがましいと思うのですが、ここは催眠術にかかった気にでもなって、そうだねとでも言っておくことにしましょう。18時5分、寺前を出発、姫路までの11駅をノスタルジーとともに。寺前以南の万端線はつい最近まで非電化区間だったのですが、通勤通学需要が激しく、宅地開発も進み、電化高速化が求められるように、あと京阪神エリア、アーバンネットワークとの接続路線だったというのもあります。アーバンネットワークを存じ上げない、 JR 東日本でいうところの イーデンです。イーデンとかみんな忘れてそうだと思ったので、ダメ押しで 3,4 回ほど言っておきました。ともかく姫路から寺前までは 30km 近くありましたが、電化工事にかけた期間はわずか1年ちょっと。行き違い設備の設置などの工事に加え、最高時速を 110km に引き上げるスピードアップも行ったので、車両のオンボロさを除けばそこそこどやれる設備へとグレードアップされました。そんな万端線なんですが、標準機の列車が走る第1号の路線になってたかもしれなかったのです。今から遡ること100年前、大量の物資を運ぶ鉄道は線路幅が狭い狂気の制限を受けてとても混み合っていました。設備の機嫌が悪い時の KDDI の回線並みに混み合っていました。そのため線路幅を広くする標準機工事を行おうと、横浜線での実験を踏まえていろいろ計画されたのですが、まずは万端線から標準機工事を進める予定でした。なぜでしょう。第一、標準機が輸送量などでフル活躍するのは東海道線とかの大幹線です。しかしそうしたマンモス路線には当たり前ながら大量に車両が在籍しています。で、工事最初期は車両を改造する出向が少ない状態、そうなると車両の改造スピードも落ちます。しかもレール幅を標準機にするとなると予備車両が大量に必要になります。というふうに大幹線から始めてもそんなリソース割けないからというのが一点。もう一つはシンプルで場所の問題、京阪エリアの工場で作った車両を試運転改装するのに近い方がいいよねっていうのが理由です。まとめると、おいそこのニート、どうせ暇なんだろ、標準機の実験台にでもなってろという言い分だったのです。特急浜かせも毎日3から4往復走っている今となってはそんなことまるで考えられませんが、終わりよければ全てよしってことで、下積み時代の辛酸は水に流しておきましょう。終わりよければ全てよしとかいう歌い文句、都合の悪いことを全部忘れられる魔法の言葉だし、すごく久々に太平洋沿いに出た気がします。函館か室蘭以来じゃない、太平洋沿いってか、ここ瀬戸内海沿いか。本当だったらもっと進めるんですけど、宿の確保に大苦労しそうだったので、本日はここ姫路で旅を終えます。ここ姫路から行けそうなルートは多種多様だし、事実 2024.0km の回もいろいろあるんですが、さてどう進むのでしょうか。とりあえず今日は姫路名物でも食べてお開きってことで、姫はじめと和田山湖を結ぶバイパン線にも乗ったので、とっとと快活に潜ります。おやすみなさい。おやすみなさい。何見てんだお前。おやすみなさい。まだこんな動画見てるの？大丈夫？もう2時間も経つんだけど。ほら、あのチークバー動かして最終地点の駅までスキップしたら？もう2時間ここまで溶かしたんだから、たとえ報われなくても最後まで見るって。これがコンコルド効果ってやつか。どうでもいい話するね。1日目ね、苫小牧で改札引っかかって、昨日3日目も駅出口の改札引っかかったんですよ。その時友人改札を通してもらったんですね。でも万端線、紀新線のホームとタロ線ホーム、出口改札の間には中間改札があるんですよ。その中間改札はなぜか通れたんですよね。謎です。というわけで今日も元気に中間改札を通り抜け、紀新線ホームへと向かっております。ごきげんよう。ね、これから乗る紀新線、3日目にもちらっと名前を出してます。何を隠そう、この車両直江津から乗った一時のベース車両、キハ122系なのです。兵庫県が未然に起きった紀新線高速化事業の賜物とでも言える車両、夏湾列車の223系から設備やデザインを取り入れ、稲穂のイエロー、赤トンボのオレンジをまとったその車両、機動車ながらもしたたかな装いで姫路の朝日がよく似合います。6時55分、播磨新宮に向けて出発、次の停車駅は播磨高岡です。で、この紀新線、車両が一新されるまでは鈍速とボロさに定評があるキハ40系列が牛耳っていた区間でした。あと姫路という京阪神の大都市に接続していながら本数も冷遇気味でした。そろりそろりと走るその様、性格の悪いチョコレートプラネットみたいな路線だったので、利用者数は下向く一方、そこで需要回復と地域活性化を狙ったのが紀新線の高速化です。2006年から始めたその事業は、何も車両を新しくするだけといった妖刀くんにくんな小手先のものじゃありません。例えば列車集中制御装置、GTC の導入、運行システムが盤石なものへと進化しました。さらに増便もお試しでやってみたら、需要が V 字回復、それ以外にも軌道整備やホームのかさ上げなどゴリゴリな改善がされてきました。万端線電化と合わせて考えてみると、鉄道に対する兵庫のガチさがそこそこ伺えます。
ちなみに紀新線自体は隣の岡山県にもまたがっているのですが、あくまで高速化事業の価値を取ってきたのは兵庫県なので、高速化されたのは県境手前の交通費までです。実現可能性はともかく岡山県北で盛り上がって間違えた岡山県北が盛り上がって紀新線が全線高速化されるのは一体いつになるかとか言ってるうちに予備役を出ました。紀新線の車庫が眼下に広がります。姫路市街地に対する地人でも言わんばかりに、姫路から予備までの2駅で終点のシャトル運用も多め、そこから揖保乃糸などのそうめん薄口醤油の生産で栄えてきた町辰野市を北上していき、揖保川を越えて右手に屏風岩を望みます。古代武時にもしたためられた景勝地、洋風に見える岩が美しいと吹聴されたので期待してたんですが、ウルゾン知恵美の化粧と同じくらいゴテゴテに草木が生い茂っていて何もわからず、分け知り顔っぽい表情しかできずに終わりました。今ソクラテスに質問攻めされたら多分心が耐えられません。いよいよそうなったらルサンチマンに逃げるしかなくなります。一見ダサいようですが、我々陰キャって大抵ルサンチマンだから、いろいろめんどくさいことを言いましたが、播磨新宮に到着。ここまでは毎時1、2本確保されていて、両親のバーゲンセールを感じましたが、ここより西の山間部までハイペース運行を続けても、両親以上に懐が痛むからか、毎時1本以下に減ります。てわけで続けて紀新線、さよ駅。今度は2両1セットのキハ127系ってやつですね。しっこ。仕様は ET122 系と大差ないです。便座クリーナーがナーフされてるくらい。一人用座席の確保もできたので、早いところ出発しちゃいましょう。7時45分、播磨新宮を出発。さて、ここにたどり着くまでの間に、紀新線高速化事業の手が加えられた、って話はしましたが、あろうことか、この播磨新宮から、西側は、全区間そこそこひどい赤字路線です。例えば、切り壺の行為をベロベロめでる帝のごとく、兵庫県が溺愛してきた、播磨新宮から高槻の区間。そこの営業係数は868です。100円稼ぐのに868円かかるといった具合、いや営業係数2000とか3000とか23687とかの路線も転がっているので、危機感ばかり煽るのもあれなんですが、少なくともオバマ線やバンター線の希薄感よりも営業係数が高く出ていることだけは確かです。そんな紀新線ですが、新見までの全通は昭和11年と新しめ、まだ90歳にすらなっていません。しかしそれより50年近く前の1889年、それっぽい路線を私鉄で敷こうという動きがありました。その計画、姫路から米子までを結ぼうというもの。今で言う紀新線プラス伯備線です。主導権を握ったのは、他でもない郡庁、今で言う役所の偉い人たち。事務所まで作り上げちゃって、心の中に青写真をたらふく描いていたようですが、そもそも敷設のゴーサインが出なかったので、何もせずに解散となりました。その後、鉄道敷設法で、引用連絡鉄道を敷設せにゃ、という流れになり、姫路、岡山、倉敷のどこかから境港まで行く路線が考えられました。姫路からのが紀新線ルートに近いかな。しかしここでも津山線ルートが選ばれ、紀新線は日の目を見ませんでした。しかも関節とかじゃなく中国鉄道なる私鉄がしゃしゃり出たもんですから、実際に敷いたのは境港どころか鳥取県にすら入っていない津山口駅まで、挙句の果てに末期には不況がたたり、国鉄さん鉄道国有法で買収してと言い出す始末。官営がどうとか言って選ばれざる道をため息まじりに嘆いても、フロストが綴ったようにもう遅いのです。そんな具合だった中国鉄道の敷設が進む一方、紀新線ルートと重なる出願がまた出てきました。津山、上郡を結ぶ石東鉄道なるその路線は、かぶってる区間こそ岡山県内の一部でしたが、少なくとも岡山北部と兵庫県を結ぶ思想の礎にはなったと思います。まあ却下されたんですけどね、ガハハ。その後万美鉄道なる会社も石東鉄道と似たルートで1911年に計画を繰り出しました。播磨の国と美作の国を結ぶ、小鹿っぽくて可愛らしい名前ですが、山陰本線は遅いし災害で止まるのでゴミというのが根っこの思想です。微塵も可愛くないですね。いざ進めた工事も可愛くないパワープレイで、まず着工したのが県境にある万の田トンネルという難所っぷり。一応トンネル自体は貫いたのですが、世界大戦の財政難でお堕仏に。こうも中途半端じゃ可愛いって言うよりただのクソガキの所業なのですが、国鉄での敷設運動が活発になるきっかけになったのは確かです。私鉄なんかには愛想もこそも突き果てただろうし、あ、忘れてましたが、津山から西側、中国勝山方面にも敷設計画はありました。それが西美鉄道、とりあえず 36.4km ほど敷く予定だったといいます。実際に営業できたか、延期に延期を重ねたのに工事の進捗が2割だったことから察しでくださいと、トイレに立つのを拒否される唐沢隆弘のごとく、ことごとくダメテスを出されてきた紀新線。直バネになっていった私鉄たちの設備も再利用しつつ、結局は国が敷くことになりました。まずは津山、中国勝山、新見の区間。ここは作備線って手入れ、まず津山から美作追い負けを開業、津山から中国勝山を開業させた後は両サイドから工事を進め、1930年にやっと作備線は全通を見ました。
津山から東はまだまだでした。いや、確かに津山市へと同じく、大正後半には敷くぞと意気込んではいたんですが、その頃にはすでに、鉄道がいかに美味しいものか、割とみんな分かりきっていました。だから、鬼神戦の布説を聞きつけた州どもは、水を得た魚どころか、モンスターを得た音ゲーマーのごとく、線路を欲しがり、互いにいがみ合っていました。高級そうめんの名声をひけらかす辰野市、辰野町も例外ではありませんでした。いろいろあったけど、姫路と津山を結ぶ鬼神戦は、1929年にまず、姫路と呼べの間が出来上がりました。あ、姫路から新見館じゃなくて姫路から津山なので、二文字目の漢字が今とは違いますが、読みは、今と変わらず鬼神戦です。行きですね。行き行きちんぽ県境越え区間の工事を終え、全線開業させたのは1936年。これで、姫路、津山、新見が繋がったのでした。さらにその半年後、三新線、今で言う芸備線の全通に伴って、津がつく鬼神線、佐久備線も幾分減り下るように、二路線合わせて新しい方の鬼神線へと名前の変更を遂げたのでした。ってわけで、智頭急行との乗り換え駅、佐与駅に到着です。中国山地の南側の、どこか湿った空気が、心を洗ってくれたような気がします。もし空気に天衣無縫と名付けていいのなら、ここの空気に惜しげもなく命名してあげたい。ここからさらに西へ、津山行きに乗って、何のやましい気持ちもなく、桃を私物化している県、岡山県への上陸を果たします。桃って本来万古の象徴なんですが、岡山県民多分誰も気にしていません。車両は打って変わってレトロになりました。その名もキハ120型。主に、一両で事足りるような、どうせ稼げない区間にねじ込まれている車両です。小柄な車体が語る通り、レース車両は九州を走る山積、松浦鉄道 MR100 型。仕様こそ変更していますが、本当に必要最小限に留めているようです。とはいえ、今後換算区間はこいつは滑るだろうということで、キハ40系列との並結は考えられていません。その結果、そこそこクラスの都市にもキハ40が居残るようになった気がしますが、そもそも、冷房化とか維持費の問題で作られたのが、このキハ120だから、国鉄末期車はアウトオブ眼中だったのかしら。とにかく、8時32分、作用出発。折戸で私の美しい顔が映ると大変だから、モザイクかけるね。鬼神戦高速化事業で触れた通り、地味にホームのかさ上げがされてるの、わかるかしら。高速化事業の範疇は次の光月までなので、光月でも似たような光景が見られると思います。しばらく走っていると、山陰と山陽を爆速で結ぶことでおなじみ智頭急行が、時速 130km も出せるほどの高規格な渋滞の高架橋で、鬼神戦に玄関を降り始めました。いらない小呼ばわりされて、敷設計画がおじゃんになった国鉄時代とは、覚醒の感がありますが、スーパーハクト、スーパーエナバなる特急がシックする、ウハウハ路線になりました。北北線と同じ運命をたどるんじゃないかと、やや怖いですが、赤字などいろいろ絡んできて、最近は、値上げなどで経営が崩れないよう頑張っているみたいです。ドル箱路線に対して解約するなと言いたい気持ちはわかりますが、鉄路の値上げを見るよりも、鉄路の衰退を見る方がしんどいから、そこら辺は許してあげようね。こちら光月、まるで8番出口みたいにホームに違和感があります。その違和感に落ち気づいてか、ここで折り返す運用も結構あります。ってわけで、兵庫県最後の町、佐用町を出ます。佐用餅大豆は、この町にしかない随一の特産品。そこから進んで美作海見駅。現代では、なかなかお目にかかれないほど古びた木造駅舎が名物。1934年から、この地に腰を下ろしているだけあって、とんでもない威風堂々っぷりを感じます。美作七宿と呼ばれる出雲街道の宿場町で、賑わいを見せた昭王町の中心部、という歴史が吹っ飛びそうなほど、前衛的な駅舎が特徴の、勝又駅を出まして、東津山駅で、臨備線と合流。津山盆地に踊り出るが早いか、次が終点の津山です。かつては、その津山から、2km ほど西にある津山口駅が、津山って名札を避けて、あぐらをかいていたんですが、1923年に佐久備線が部分開業したタイミングで、旧津山駅が津山口駅に改称され、新駅が津山駅を名乗ることになったそうです。旧津山駅は、津山市街地の全然手前だったと考えると、致し方ない気もしますが、口をつけるだけで階級が下に見えるってことは、事実上これが下の奥地津山駅に到着。近には、津山運転区も鉄道博物館もある、まさに鉄道ファンのオアシス。本能寺の変で命を散らした森蘭丸の弟、森忠政が1604年に建てた津山城も有名です。時間の都合上、鉄道博物館に寄れなくても、駅前では C11 機関車がお出迎え。芸備線や津山線を走り抜いたその姿からは、レジェンドの気迫を感じます。かつてエリザベス一世はその晩年、権力を見せるために豪華な衣装を着たと言いますが、こういう飾らない、ただ背中で語るかのような権力もまた美しいものです。お待たせしました。次がラストです。ここから、いよいよ、鬼神戦指折りの秘境区間。ラストを飾るにふさわしいです。でもどうせどこ通っても、ラストを飾るにふさわしい、とたわいてただろうな。車両形式は、今まで乗ってきたやつと同じ。しっぽ。後付けだから仕方ないですが、ややぶっきらぼうな洋式トイレですね。トイレの動画流した後に、これ言うのもなんですけど、津山で食べたアイスフロート美味しかったです。甘いの大好き。甘いユリチュッチュも大好き。10時7分、津山を出発。次は因の章です。
字面からなんとなくわかる通り、由来は後鳥羽院の荘園があったから院の荘らしいです。からの美作追い分け、この辺りでしばらく並行してきた出雲街道から離れます。ここから久世中国勝山に抜ける前に V 字を描くように南下するのですが、線路を選ぶとき灰色で示した出雲街道沿いのルートももちろん考えられました。ですが杓子定規な伝統よりも需要がどうかが重要なもので、重要だけ待つ地形がわりかし平坦で工事が楽、そしてここ美作落合の客も拾える、ビジネス風に言うとローコストでペイできそうなものでした。ムカついたのでノムリッシュ翻訳に通すと、ローコストで偽りの代償できしかりって出てきました。一見力技みたいな線形のようでも、案外堅実派で慎重なルートなのです。という具合に小見駅真庭市を北上しています。杉やヒノキの生産だけじゃなく木材の加工業も盛んに行われている町です。とりわけ盛んなのは木質バイオマス産業、平たく言うと使えない使った木材を活用再利用するよ、環境に優しいねという産業です。そして真庭市の中心部に近いこの久世駅で、あんたが1日目でシークバーをいじったせっかちか、それとも4日目でスキップした従順な視聴者か、はたまた最後までちゃんと見た暇人かは知りませんが、感想です。金玉も完治です。私事にはなりますが、2023年はなんかすごいいろいろやった気がします。千葉駅で地獄を見ながら年を越し、私鉄だけで関東を駆け巡り、そうかと思うと関東を回避したり、中部地方をぐるりと回ったり、日本一の秘境駅に日帰りで行ったり、嘘みたいに活動範囲が広がった1年でした。今年も活動範囲を広げていきたい所存。2024年は最初から何かと困難続きでしたが、みんなで頑張って生きていこう。では終わりましょう。お疲れ様でした。